おはようございますこれより本日の会議を開きます日程に従い一般質問を行います広瀬正明え、おはようございますお許しをいただきましたので、えー 通告書に従いまして一般質問を行いたいと思います議員番号2番質問順位6番広瀬正明でございます <laughs> えまず防災対策についてお聞きいたします豪雨災害が深刻な被害を事態を招く事例が多くなっており四万都市で人的被害がなかったことは今年非常に幸いであったというふうに考えております、まあ、各地で 人的被害が起こる中、災害弱者と呼ばれるお年寄りや幼児、障害者は、避難準備段階で避難するのが望ましいというふうに言われております、確かに強風が吹き荒れる中や、また横殴りの雨の中での避難が困難であることは間違いなく、事前避難の重要性を強く感じております。 とととこころが事前避避難難を行うと避難所で長時間過ごすすになります、えー、早ければ早いほど長時間になりますしまだ、あのーえー、危険を感じない段階での避難ということになりますので、あのー、なるだけ快適な避難所というものもこれから望まれていくのではないかというふうに考えております。えー、そこで質問 1>, 1つ目でございますけれども、えー、避難所の受け入れ体制について、えー、質問をいたします、えー。通告書では受け入れ体制は万全かという書き方をしましたが、えー、具体的に聞き返されましたので、えー、具体的に質問いたします。まあ、想定しましたのは、夏場、高温注意報の出る時期に巨大台風が接近した場合、まだ外は晴れている場合もあり、えー、非常に高温の中で、 えー、事前、えーまあ、避難準備が出された場合ですね、エアコンのない避難所では、受け入れは困難,だ困難であると考えております、そういった部分を考慮して、えー、執行部のお考えをお聞かせいただけたらと思います。桑原地震防災課長、はいえー、風水害に関しましまて 避難準備情報、こういったことは明るいうちの避難ということを原則にしまして、早め早めの情報の発令はさせていただいております。ただ、一方で、避難者の方には相当の苦労もおかけするわけですから、できるだけの配慮もしたいというふうな中で、私ども事業を進めておりまして、本年度はまず、主要事業概要におきまして、避難所の機能強化というふうなことを掲げております。 その中では、まずは今の暑さ採択対策で申しますと先、昨日、広瀬議員にもご、広瀬議員じゃなくすみません、川淵議員にもご答弁させていただきましたけれども、エアコンなど、そういったところは、ある施設については、できるだけ使わせてもらおうということで、学童なんかにつきましては、開放を。 お願いしてそういったところは対応をさせていただいておりますただないところもありますのでこういったところは体育館などでは大型の扇風機でありますとかそういったものの活用購入整備そういったところを考えておるところです以上ですあ、どうもありがとうございましたえー、っと、広瀬議員<あ>広瀬正明失礼しました どううもありがとうございました、えー、あの昨日と同じ言語を読んだように錯覚をしたところもございましたけれどもあのエアコンがないところは扇風機、まあ、今年の暑さを考えるとまずそういう考え方ではなくてエアコンのある施設をいかに活用するかという方向で考えていただいた方がいいのではないかと思います。あまあ、私の近所でももで、ね、いくつも たは市市まは関連の施設もございますエアコンがついたところもありますし、洋式のトイレが最近できたところもあるわけで、そういうところをまず利用して足らない分を、やはりあの体育館等利用するっていう形を取るべきではないかと考えておりますので、もう一度あのご答弁をいただきたいと思います。 桑原地震防災課長、えー、避難所の設定につきましては、さまざまな要件がございます。えー、例えば、えー、エアコンがありましても、土砂災害の警戒区間区域であったり、えー、浸水害が起こり、えー、上への避難もできないというようなところは避難所として適さないというふうなこともあります。ですから、さまざまな条件の中で、今は地域と話し合う中で、えー、設定をさせていただいておりますこれが現状でございます。 またそういったですね柔軟な対応の中ではさせていただきますのでそういうふうな浸水害の中でも影響がないでありますとか土砂災害の危険区域にないとかそういう中でエアコンがあるとかそれでなおかつ地域の方々がここが良いというようなところがあればそれは見直す価値があると思っておりますが現時点では、まあ、そこのいうところがないというのが実情でございます以上です。 広島さん議員。あ、ありがとうございました、えー。半分納得はいくわけでございますけれども、いくつも市の施設があるのに、えー、なんかあのまずここはダメじゃないか、そういう答弁になっているように感じます。まずここは利用できないか、積極的にあの暑さ対策のできる施設を利用しようという姿勢が少し弱いのではないか。 そういういうに感じておりますやはりいくつもの施設がある中まずエアコンがある中であの他の被害を受けづらい施設っていうものを探すところから始めていくべきだろうあの本当に人命が関わってきますのであ,のあそこにしよったらよかったとか あの災害が起きて人命、人的被害が起こった後で、そんなこと言っても遅いのではないかな、まあ、そういうふうに考えておりますし、あの高温注意報が出た時点で、まあ、私はあのお年寄りの避難を考えておりますけれども、お年寄りを本当にあのエアコンのないところに避難していただいて、 自宅にいたらよかったのにっていうような事例が起こってからでは、本当に遅いと思うわけです。でそのあたり、もっと前向きに考えていただけないものか、もう一度、あ短めにご答弁をお願いいたします。桑原地震防災課長 広瀬議員のおっしゃることは十分承知しております、その中で学童の利用であるとか、できるだけ近隣にある施設を探しまして、エアコンがあるところはそういったところに行ってもらおうというようなことを、東山の小学校でありますとか、下田の中学校、こういったところでも実施しております、そういった努力は続けておりますけれども、暑さのリスクもありますが、災害時には裏が、斜面が土砂災害の区域であったり、 それから浸水害で1階、2階が水没するというようなところではできないということもありますので、そういったところを今、調査もしておりますし、これからもそういったご提言とかです、ね、近所、こういうところがあるよというようなことがいただければ、それは柔軟に考えさせていただきたいというふうに思っております。以上でですす広島沢議員どどううももありががととございいいまましたただいぶ納得ができたと思いますけれども、えー 今年については、もう気温も下がり始めましたし、あの暑さ対策を中心に考えなくてもいいと思うわけで、えー、来年の春、えー、夏まで、えー、期間はあります、えー、さらに努力をしていただけるように、またあの、避難準備段階での避難に対する住民の理解っていうものは、まだまだの段階であろうと、そういうふうに考えております。 より快適な避難所を目指すということが必要になってくると思っておりますそういった観点で2番目早期避難を行うと長時間避難している必要が出てくる災害弱者の避難を定着させるっていう観点ではより良い避難所が必要に なってくる、まあ、そういういうに考えます、えー、長時間の避難に対応できる避難所の在り方について、えー、お考えを聞かせていただけたら、えー、ちょっと抽象的でしょうか、もっと具体的に話した方がいいのかなと思いますが、ま,あ、まずはご答弁をお願いをいたします。桑原地震防災課長 今ほどのご質問は災害弱者に対する配慮とか、そういったことも含めてと思っております、で暑さ、な寒さ対策は今、話したようなところですけれども、そのほかにも、まあ、災害弱者、いわゆる要配慮者し、こういった方には、避難所運営訓練の中でも去年、念頭に置いたことをやっておりまして、例えば避難所のトイレでありますとか、本部に一番近いスペースをそういったところに確保しまして、ベッドを置く。 そういったベッドの整備なども進めておりますまたヘルプカードといいましてそれをつけていただくと支援される側はどういった支援をしてほしいとかですね、支援する側はこういう支援をしたらいいのかというようなものについてもマニュアルの中で定着させようというふうな動きをしております合わせまして、まあ、先ほど言いましたようにハード整備の中でもトイレの様式化 こういったことについても、取り組んでいるという状況でございます。以上です。広瀬正明議員。はい、ありがとうございます。えー、先ほどから、私申しておりますように、まあ、お年寄り、まあ、災害弱者の中でも、お年寄りをイメージする中で。えー、事前避難、いうことを考えて、おります。あのー。 実際に何がいるのか考えたとき、確かにまあトイレに近くないと、あの水分も取らないように努力する方もおいでたりいたします、ただ、お年寄りが集まったときに、例えばあの膝が痛い方は椅子に座りたがるがです、ただ、長時間になってきますと、うたた寝をする危険も出てくる。例えばばパイプ椅子であれば えー、転倒の恐れが起こってくるわけですね。でそれを考えるとやはり畳の部屋があって座布団でっていう形が望ましいのかなと思うがですけれども、まあ、避難所で畳があるところっていいますと中央公民館と文化センターぐらいしか私の頭には思い浮かぶところがないわけです。でまあ、これからあの 避難準備段階での人前避難を広めていく場合、本当に1人が1人付き添いができるような状態ではないというふうに聞いてます、10人避難、10人超えたら2人配置にしていきたいというような話は聞いておりますけれども、なかなか人数を増やすこともできてない。やっぱそういった時の対応 施設の改善ということは考えていただきたいと思いまして、再度、改善の取り組みについてできないか、お答えをいただきたいと思います。桑原地震防災課長 えー、避難所の施設によりましては、畳によらない施設というのも出てくると思います。こういったことから、えー、現在、市では折り畳みマットでありますとか、えー、そういったものを常に、えー、避難所の必要人数を備蓄する取り組みをやっております。それから、えー、他にもです、ねえーまあ、トイレにつきましても、えー、その遠くに行きない人にはポータブルのものを用意するとか、えー、ベッドにつきましてもいつにもなるよ。 そういった足の痛い方とか逆に床に座りたい方とかそういったところを多様な取り組みを進めているところでございます以上です広瀬正明議員はい、ありがとうございましたいろんな面から対応を考えていただけるいうことでありますので次に進みたいと思いますまあ避難所についてお尋ねをしてきましたが あの避難準備段階での避難っていうものは、まだほとんど理解もされていない、えー、準備段階で避難した人数というのは、本当に少ないというふうに聞いています。けど、あのこれから先、深刻な被害、えー、ある地域全体に避難指示等が出された場合のことを考えます。 1、えー、一人暮らしのお年寄りが増えていると聞いております、聞いておるというか、あのうちの近所にも1人暮らしのお年寄りがたくさん、いや、もうあのたくさんではないかもしれません、過疎地ですので、<laughs> それほどの数ではないがですけれども、1人暮らしのお年寄りの割合が、えー、増えております。 やはりどうやって事前避難を定着させていくかというのは、大きな課題であろうというふうに考えております。まず、それについて、事前避難の理解、また協力、実際に避難をしていただく、やっぱりそういうための取り組みを行えないかというふうに考えております。 えー、そういった意味で、えー、対策をお聞かせいただけたらお考えをお聞かせいただきたいと思いますよろしくお願いします桑原地震防災課長はい、えー、お答えいたします一、えー、人暮らしの高齢者の方こういったことも念頭においた <laughs>、えー、取り組みで、えー、ございますけれどもまずは要配慮者台帳を地域の方々と作成しましてそれを、えー、地区の方、えー、主要な方々に持っていただいたり消防団の方々に持っていただいていると いうふうなことを通じて、避難に支援していただけるという体制を作るということも含めまして、今、取り組んでいるのが、マイ・タイムライン、これの作成でございます。中村東町でありますとか、骨が第二団地、それから中村小学校なんかの協力を得まして、モデル事業として展開しておりますけれども、風水害の際には、事前にまず情報を収集する、それから、え、ー 何が起こったときにはどうする、こういった情報を得たときにはこうするという中で、最終的に避難を完結するまでをルール化しておるものでございます。このタイムラインが浸透しましたら、事前に設定されたタイミングの中で、避難が実施していくということになってこようかと思っております。当然ながら作成時には早め早めめの避難 こういったことが標準となってきておりますし、暗くなってから大雨が想定された場合は、明るいうちから避難行動を開始する、こういったことも盛り込んで、えー、まいります、えー。地域、あるいは自分で作っていく、それから地域で考えていく、こういったものがマイタイムラインとなりますので、えー、こういったモデル事業を最大限活用しまして、地域全体に広げていくと、こういうことが大事であろうかというふうに考えております。以上です。広瀬正樹。 はい、どううもありがとうございました、えー、方向としてはいいと考えておりますが、えー、実際あの、お年寄り一人一人、声をかけて回っても、なかなか理解が広がるとは思えません、えーま、地域にはあの老人クラブや、えー、健康福祉委員会で、地区の役員さんもおいでますし、自主防災組織もできてます。 で消防団も力は貸してくれるであろうそういうふうに思うわけでまずあのお年寄りのグループの中で誰々さんと誰々さんではなくてで,す、ね、できたら全員避難してくれないかという協力をこう求めていくところからの方が近道になるのではないか <laughs> そんなことも考えてます。もっともっっとと地域の人たちに 協力を求めて、協力してもらって、まあ、あの最終的な目標、それはあの防災課長もお持ちやと思うがですが、僕が思うには、やはりあの地域全体に避難勧告や避難指示が出たときに、もうお年寄りの何割かは先に避難してますよと、避難住んでますよと。 そういう状況を目指していくべきではないかなそういうふうに思いますので、えー、再度ご答弁をいただけたらと思うのですがよろしくお願いします桑原地震防災課長、えー、お答えいたします広瀬議員がただいまおっしゃいましたことこれがまさに、えー、マイタイムラインの作成でございます、えー、これは地域の中で、えー、みんなで考えてどういうふうに動くかということなども兼ね合わせておりますし それから例えば先ほどおっしゃいましたように老人クラブの中でもマイタイムランを作成してはどうでしょうそうすると施設でありますとかご老人の方が集まってどういう対策を取ればよいのかという中では課題も見えてくるでしょうからそうすると地域との連携でありますとかご近所とこの連携 こういったことも自然と生まれてくると思っております。考えていることは一緒でして、それをマイタイムラインという形で、みんながマニュアル化して持つと、このことがあれば、お互い共通の認識として持てるというふうに考えております。ですから、こういったことを広めていくことこそが重要であるというふうな思いで答弁させていただいております。 マイタイムラインがそれほど広い意味を持っていること、あちょっと私の理解不足であったと思います、えー。いい方向に進んで進めていただけるということでありますので、えー、次に進みたいと思います、えー。次にまあ関連はありますけれども洪水対策です。えー、まあ7月ごおぶ皆さんあの記憶に新しいと。 思うがですけれども次で、次にどこで災害が起きてもおかしくない状態というのが本当に続いたように思っております。また、あの既存のダムの治水力っていうものをやっぱ過信しすぎた部分もあったのかなということで、えー、やっぱり一つの教訓も残されたように感じております。雨ががが降るると川の水位が急に上がってくる そういうふうに感じられている方、また逆にあの雨が止むと一気に水が下がるときもあるよ、結局、山の保水力が低下している、そうおっしゃる方々がおいでます、手入れしてない山、干ばつが行われていない人工林、日の当たらない山の中は、石ころだらけ、草も生えず、雨で土が流され、 の根がむき出しになっているところもあるというふうに聞いております、また人工林の多くが挿し木によって作られた苗を使われているということであー、土砂崩れや鉄砲水の原因になることもあると聞いております。緊急間伐という補助金をを使っってて林道を作って 干ばつを行う方法もあるというふうに聞いておりますが、まあ、山の手入れは今年を行って、来年効果が出るというものではないと聞いております、四万十市として将来の洪水対策、災害対策、山の保水力を上げることが、将来の大きな水害を少しでも軽減することにつながるのではないかと考えておりますが、 えー、まず手入れを怠ればあ、保水力は下がり、海抜を行えば、さらに状況が悪化するといわれる山の保水力について、えー、回復させる方法はないか、島として、市として関われる方法はないのか、お聞かせをいただけたらと思いまますすよろしししくおお願いい篠田農林水産課長 <coughs>、はいえー、お答えたます。 豪雨の際の水位の上昇につきましては今ほどご質問の中でもありましたけれども一般的ではございますけれども森林の荒廃による水源の寛容の機能の低下それから山間地の耕作放棄地の増加等によるものとそういったことが言われますけれどもやはりそ,のそれと合わせまして 集中豪雨によるものそういった様々な要因が関係しだいまのご質問の山の保水力でございますけれども保水力には2つあるというふうに伺っておりますまず1つ目には土壌の保水力でございますこれは地下部の土壌によって発揮される力と言われております2つ目でございますけれども これは流域の保水力でございまして地上部の樹木を含む森林全体によって発揮される力で森林に降った雨のうち一時的に流域に溜まる雨水を輸送でございますこの保水力につきましては森林の状況また土壌地質の条件そういったものによって異なってくるものというふうに言われております このような観点からご質問の山の保水力を回復させる取り組みでございますけれども具体的には森林の適正な保育間伐こういったものを促進していかなければならないと思いますそういったものを促進しつつ仮想植生や樹木の根を発達させる施策を基本としつつ次に 伐採に伴って発生する肌勝ちができますけれどもこの肌がちにつきましては縮小また分散するそういった取り組みが必要であろうと思っております一方で来年度より新たな制度としまして手入れの行き届いてない森林の調査整備こういったものを行う新たな森林管理システムというものが動き始めますここの制度を活用することでで少しでも 未整備の森林の解消につながっていけばというふうに思っておりますいずれにしましてもこれまでも森林の整備を行ってきたわけですけれどもこれからも続けていくのが必要であると思っておりますサイクルの長い取り組みにはなろうと思いますけれども今後とも先ほどご答弁させていただきましたような制御方法をですね続けていきたいというふうに考えております 広瀬正明議員ありがとうございます、えー、予想以上にいい答弁が返ってまいりましたので、えー、ぜひこれからもあの取り組んでいただきたいと思います、えー、次へ進みたいと思います えー、続いての質問は、ちょっと具体的になると思うです、なるだけあのこういう名刺は使わずに質問をしようとは思いましたが、えー、具体的にクロソン川はどうなっているのかという質問をいたあの私自身がされたこともありますので、えー、お聞かせいただきたいと思うがですが。 クロス流域で海抜が行われて今も土砂が流れ込んでいるという話を聞きました。市としては何もできないのかという質問がございましたので、あのちょっと答弁あの答えに困りまして、えー、ま質問にしようと、えー、考えたわけでございます。クロスを守る取り組み。 きょうの質問に先立ちまして、黒ンが流域で長く山の仕事をされてきた方の話を伺ってまいりました。えー、海抜も問題だけれども、海抜だけではなくて、えー、林道作りにも問題があると、その方はおっしゃっていました。をを持ち込んであの経費削減、まあ、予算を抑えるために ただあの、ブルドーザーで押した、それからあのパワーショベルで削った、とにかくトラックが入れればそれでいいというようなお粗末な林道も作られている、だからあの林道からも、えー、開発した林からも土砂が長期間流れ込む、そういう状態がある、まあ、そういうふうにおっしゃっており、おいでました。 あの西土佐地域では山の持ち主の調査が進んでいるというふうに聞いております。地域と山の持ち主の協力があれば市として取り組めることはたくさんあるのではないかというふうに考えております。黒曽川だけ良ければいいということではないわけですけれども新万十川流域で今でも一番きれいな川と言われています。 四万十市にとっても財産と呼べる支流ではないかなと思います。で黒損川だけやればいいっていうことを今日申し上げているわけではないわけで黒ン川も目黒川も、えー、やっぱりきれいにしながらまた他の市町村の協力を求めていくそのためにまずは四万十市として。 取り組めることを積極的にしていくべきではないか、まあそういうふうに考えておりますので、えー、市としてのお考ええー、お聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いします。篠田農林水産課長。はい、生、えー、流を守るということであったと思っておりますけれども。 この件につきましては今ほどありましたように一本の河川のみならず他の流域にも関係してくるものだろうというふうに思っておりまして大変大きなテーマであろうと私ども思っておりますご質問の土砂の流出と川の関係について私の方でご答弁させていただきます土砂の流出につきましては 降雨量と水源の寛容機能これがもに関係してくるものと思っておりますこの水源の寛容機能でございますけれども大雨が降った時の急激な増水を抑えるそしてしばらく雨が降らなくても流出が途絶えないようにするこういったことで水源の産地から河川に流れる水量の 水量や時期に関わる機能というふうに言われておりましてまさしくこの機能を維持増進していくことが必要であろうというふうに思っておりますそのためには繰り返しにはなりますけれども森林の適正な制業管理が必要となってまいります今ご質問の中でもありましたけれども伐採の際の制業の仕方 ここは山自体を傷めない制御、こういったことに特に注意する必要があろうかと思っております。また、今ほど林道というご質問がありましたけれども、主に作業する道をつけておるわけですけれども、この作業する道につきましても、例えばどこを水が、山肌のどこを水が通ると、そういったことも想定する中で、水の流れを止めないとか、 そんないろんなやり方もあろうと思いますので、そういった作業する側がです、ね、事業体の方でそういった技術を今、高めていただいておりますので、そういった研修などもさらに積んでいただきたいというふうに思っております。なお、あの民有林ですけれども、民有林を伐採する際には、あの伐採届というものを市,市へ提出していただくことになっておりますので、 その際には、えー、自然防賀にするのか、例えば保安人でしたら、えー、2年以内には植えなければならないと、そういったこともありますので、えー、植えたら施業をする、そういったこともですね、えー、徹底していただきたいというふうに考えております、えー。川の環境保全に対する林業側の取り組みとしましては、植栽されている人工林、もうかなりの人工林がございますので、 ここにつきましては、適正な管理、適正な制御、これが最重要なことではないかというふうに思っております広瀬正明議員。どうもありがとうございました。やはりあのー 個人の持ち物の山については、まあ、市としては深くはかかりづらい面もあろうかとは思うがです、届け出が必要になっている、あの山の木を切るとき、届け出をされるという話を今、えー、お聞きしました、えー。開発したところを植えてもななかなか今はあの木が育ちづらい本当に、あのー 一生懸命苗を植えたら鹿の数が増えたという話も聞こえてくるような状態で、えー、やはりあの一旦開抜してしまったところっていうのはなかなか手だてがないだろうと思うわけであの地域や持ち主に協力を求めてあのなるだけ開抜をしない間伐をして自然に 木が再生し、そしてあの混合林になっていく。やっぱりそういう目標を持って対応していく。1か所が開発が行われたから、もうこの川はダメだ。そういうことはないと思っております。ただ10か所になり、20か所になったら、昔はクロソン海で綺麗な川があったんだよっていう話にもなりかねると思うわです。やっぱそういった面を防ぐには。 やっぱり今から協力を求めていく、人工林があれば干ばつを進めていく、そういう取り組みが必要ではないかな、でそれがまたあの山の保水力にもつながっていく可能性は高いと思っておりますので、下流で住む者にとっては、少しずつでも状況が改善されるのでは。 そういうふうにも考えておりますそういった協力っていうものは、えー、求められないのか市としてもっと関わるべきではないかと思いますので、えー、再度ご答弁をお願いできればと思いますよろしくお願いいたします篠田農林水産課長はい、えー、市としての関わりでございますけれどもお全国的な面から言いますとお森林の約 えー、民有林のうちの私有林でございますけれども約3分の1が何らかの施業をやっていると約3分の1が天然林と約3分の1が人工林の中でも未整備されてないというふうにも言われておりますこの手入れされてない約3分の1につきまして、えー、本市での数値はまだ把握しておりませんけれどもそういったあ未整備の森林の 把握を来年度以降新たな森林管理システムの中でやっていくと、計画していくと、これも長い年月かかると思いますけれども、やっていくということにしております、そういった中で、少しでも未整備の森林をなくしていくと、ただこれは、制御する力量、マンパワーというのも必要になっておりますけれども、そういったところを調整する中で、少しでも整備を進めていくと。 ということに努めてまいりたいと思っておりますますた整備の方法につきましても単に間伐するというだけではなくて間伐の仕方というのもあろうかと思いますどういった枝ぶりにしていくか例えば三方向の枝がかか当たらないとそういった言葉は当然していく必要があると思いますそれは枝葉も広がるということで 自然の保水力にもつながっていくということも考えておりますのでまた仮想の樹木も育てていくとそういうふうに思っておりますのでそういった面も心がけた作業をしていくということで進めてまいりたいというふうに考えております広瀬正明議員どうもありがとうございました、えー、私よりもはるかに詳しい方に質問をしてしまったのだなということを今 やっと気づいてまいりましたけれども、えーあの、非常にいい方向に努力していただけるということですので、えー、次に移りたいと思います。えー、続いてはですね、今年あの竹屋敷で土砂崩れが起こったという話、これは、あの、話は市の方からも聞いておりました。で丸のの内でもあの土砂崩れが起こったというのはあの 青いビニールシートを見ましたのであ崩れてるなというのは見てましたただあの丸の内にお住まいの方、えー、人家に危険はないのか本当に大丈夫なのかみたいな聞き方をされましたので、えー、ちょっと確認やっぱりあの崩れたところっていうのは、えー、人工林であったのかな えー、あのー、竹屋敷の崩れたところ、えー、後から見に行きますとですね、やはりあの樹、ー、冠のない木といいますか、あのヒゲ根のようなものが残った小さい木がまあ残されてまして、やっぱりここも人工林であったのかな、まあそういうふうに考えます。ほんでまああの二、ー、か所の土砂崩れに伴って、えー、近隣でやはり土砂崩れ等が 起こりますと住民の不安っていうものも起こってまいります、えー、人間近くで崩れそうなところはないのか、えー、把握できている部分だからもうあの丸の字については大丈夫だから答えていいものかどうか、えー、お聞かせをいただければと思いますよろしくお願いします まずあの、今ほどお話のありました二箇所の土砂崩れについてと、陣荷近くの人工林で危険な箇所はないかというご質問であったかと思います。えーまず というふうには私どもでは把握しておりません、えーまあ、この人工林であったとしてもそれが土砂崩れの直接的な要因であるかということは判断しかねております、えーまあ、これも山の地形や土壌の状況こういったものも関係してくるのではないかというふうに思っております、えー、次にあの人化近くの人工林の危険な箇所についてのご質問ですけれどもえー 人口林に限ってという調査はあの、私どもは行っておりません、また、陣化近くの調査等も行っておらないわけですけれども、市内では土砂災害警戒危険区域というものが指定されておりまして、その指定されている区域は1700程度あるというふうに伺っております広瀬正義議員。 えとえー、聞き返す,、うん、すところがありますが、まあ、1700か所、危険なところがあるということを把握されているということで、そこに住んでいる方々はもうそれをご存知で、えー、とりあえず現状、命の危険がない状態で生活をできているというふうに捉えて、えー、いいんでしょうか、再度ご答弁をお願いをいたします。 桑原地震防災課長はい、お答えいたします土砂災害危険区域につきましては本年5月に全国に配布いたしましたハザードマップの方に全て掲載しておりますその後今年度から複数年かけまして県の方でさらに家への影響のあるような特別区域というふうなところの設定もするというふうに聞いております以上です よろしいません、政政議員。あ、ありがとうございます、えー。調査中の部分もあるということでございます。えー、まあ,あの人的被害が起こる前に、えー、いろんな対策を取っていただけるのであれば、えー、それで、えー、それに越したことはないというふうに考えております。どうかまよろしくお願いをいたします。えー、それではあの防災対策から次、あの移住者 対策についいいて、えー、お聞かせいただける部分があればと思います四万十川流域に移住してこられる方の中でやはり四万十川に憧れを持っているので夏は川で仕事をしたいと自分であのカヌーの仕事を始められた方も、まあ、近くにも何、えー、かおいでるがですがあの夏は川と。 いうのは何とかなるんですけど冬は山いいうのがなかなかか難しい冬は山師をしてあの生計を立てるということであの近所に住んでる女の子があの昔新聞にも載ったりしておりましたけれどもなかなか大変な部分もあるようであのやはり個人で山の仕事を探す。 ということは非常に困難な部分もありますし、やっと見つけてもあの後払いになりますと、あの仕事が全部済んでから支払いということもある、まあ、いろいろ大変な部分、四万十市として応援できる部分はないのか、えーまあ、そういうことをお聞かせいただけたらと思うがですがよろししくお願いします田野企画広報課長。 はい、えー、まあ、移住対策におきます。あの山の仕事の支援について、えー、ご答弁申し上げます。あのまあ、議員ご指摘のとおり、えー移,住えー、移住希望者の中にはまあ、林業を制御にしたいというえー、四として移住を考える方。 多くいいらっしゃいます、えー、ちなみに平成27年度以降の、えー、状況で申し上げますと、えー、移住組数、えー、本年8月、まあ、先月末現在でございますけれども、ちょうど100組となっております。えー、その100組の中のうち、えー、林業を制御として移住された方は4組おられます、えー。内訳は3組の方が森林組合、あるいは林業事業体への就職という形。 1組につきましては、自発型林業に取り組む四万十森もゆだ、先ほど議員の方からご指摘がありました、ご質問のありました、女性の方も所属されている団体でございます。また、移住ということではないんですけども、地域おこし協力隊の OB、あるいは現役の隊員の中にも、山の仕事に関わりながら定住を志すと。 そういったものものります、えーまあ、ただ、こうした林業を志す移住者への情報提供、支援ということで、移住支援の立場からの現在の状況でございますけれども、えー、一つには林業をテーマとした移住体験ツアーを実施しております。えー、平成29年度に実施しましまたツアー におきましては、えー、先ほど申し上げました四万十森森団の方の協力もいただきまして、えー、実際の現場での体験、そういった実践も踏まえて、えー、ツアーを行ったところでございます。えー、その際には6組、9名の方のご参加もいただいております。えー、また、本年度も11月下旬に予定しておりますが、森林組合の施業現場、また、自発林業の方、えー 現在、地域教育協力隊の方が富山の方でそういった取り組みもしていますのでそういった現場の見学そういったツアーも企画しているところでございますえまあ移住対策として山の仕事に対するまあ直接的な支援というのは現在できておりませんけれどもまあ林業をえ志すそういった相談があった場合にはえ森林組合あるいは林業事業体えそういったところの求人情報の提供 また、えー、自罰林業の団体の方をご紹介しまして、えー、そうした方のお話を直接お伺いする機会を、えー、セッティングしたりという取り組みをしております。えー、またあの、市だけではなくて、えー、NPO 法人、あるいは、えー、移住サポーターという民間の方々も、えー 配置しておりますので、そういった中には、そういった人の中には林業に詳しい方もいらっしゃいますので、そういった民間の方のご協力をいただきながら、相談体制を整えながら、林業だけではなくて、いろいろなそういった就業相談、そういったところにもできるだけのバックアップはしているところでございます。 ただ、まあ、あの直接的な仕事の斡旋はまはあ、法的な関係もありますので、できません。えー、ただ、えー、そういった山の仕事に限らず、さまざまな就業相談に対しまして、えーまあ、必要な情報の提供、また関係者、えー、団体等の、えー、マッチング、そういったところで、えー、支援を行っているところでございます。以上でございます広瀬正明議員 どうもありがとうございました、えー、市としては本当に精一杯の取り組みをしているのではないかというふうに、えー、お答えをいただいて、えー、思っております、えー、これからもあの移住した方、えー、やっぱりあの四万都市は冷たいなどという方が出てきては心外でございますあのやっぱり温かく迎えて迎え入れられる四万都市で、えー これからもあってほしいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いをいたしたいと思います。えー、続きまして、えー、物資館について、えー、質問をいたします。えー、3番にやっております、えー、生産量・量出荷量、えーとえー 書きましたけれども、あの生産量については昨日詳しくお話がございましたので、あの出荷量を中心に、また特産品と呼ぶにはまだまだ出荷量が足らない、まあ、そういう話も伺っております。出荷量を増やしていく、えー、手立てはないのか、まずお聞かせをいただきたいと思います。 篠田農林水産課長、はい、えー、お答えいたします。出荷量を特産員については出荷量をということでございます。出荷量を高めるためにはどうしてもさらなる栽培面積の拡大、こういったことも必要になってくるというふうに思っております。また合わせまして。えー どうしてもここは生産者に頼るところがございますけれど、比喩の栽培管理、またどうしても栽培をしていくには、一定のマニュアルが必要でございますので、そういったものの作成、また徹底、また出荷を高めるためには、販売先の確保、そういった取り組みが今後も重要になってくるのではないかというふうに考えております。 広瀬正明議員ありがとうございました、えー、あの出荷量についていろいろまあ話を、地域でもあの熱心に武州間を育てている方もおいでます、で育てている方に聞きますと、あの出荷価格が安いとおっしゃっておりました。 やはり安いと出荷しない方、また少しでも高いところに売れないものだろうかという話にもなっているようですし、その金額なら苦労して出さなくても家で食べるという方までおいでまして、あの数本お持ちの方は出さない方もおいでる状況があります。まあ、そんなな中でやっぱり出荷価格が現在適正なのかかどうか ちょっと青玉で売っているものからすると出荷価格っていうのは安すぎるのかな、まあ、そんなふうにも、まあ、私自身思いました、えー、そういった面も含めてちょっとあの改定、えー、があ価格の変更等を考えるべきではないかと思うがですが市としてはどんなに考えておられるのか教えてだい いたただけたら篠田農林水産課長、はいえー。現在の、現在出荷されている物資管につきましては、ほぼ果汁に回っている状況であろうと思っております。えーまあ、果汁生産する場合の、まあ、引き取り価格というところでの設定もあったかというふうに思っておりますけれども、生産する側からとしましては、 どうしても価格が少しでも1円でも高いとこういったことは望まれているところであろうと思っておりますこの点につきましては今後ですね都市部等との販売ルートの確保の中で少しでも青玉についても量を販売先を増やしていくとそういったことを高める中で少しでも 引き取り価格を高めていただくような努力をしていただきたいと、まあ、いろんな生産者とそういったところをつなぐ役割は市の方でしていかなければいけないと思っておりますけれども、どちらにしましても、生産者とまた引き取るものと、こういったものの信頼関係なんかもずあの深めていくことも必要ではないかというふうに考えております。 広瀬正明議員どうもありがとうございました、えー、これ以上あの価格についての質問をしてもあ前にはいかないと思います、えー、あともう一点だけ、えー、これから将来に向けてですね部首間を特産品呼べるところにように、えー、していくべきだ 考えております執行部として何かお考えがあれば、教えていただけたらと思います。よろしくお願いをいたします。篠田農林水産課長、はいえー。特産品としてということでございます。こちらにつきましては あどうして産地化特産品と産地化特産品化というのはまあ、ブランド化も含めまして連動してくるものというふうに思っておりますここにはつきましては量と一定の品質こういったものが大変重要であろうというふうに思っておりますまた将来に向けましてはそれがどういうふうに売れていくのかその時には当然集約作実 もうご答弁させていただきましたけれども、一定集約していくということも必要であろうと思いますし、また、これ以上にも認知度を高めていくということも必要であろうと思っておりますので、そういった PR 活動も併せて行っていく必要があるのではないかと思っております。特に生産者側から言いますと、どういうふうなメリットがあるかということもあろうと思いますので、 お互いにそのメリットが共有できる、そういった仕組み作りを今後、総合的に取り組んでいく必要があるんではないかというふうに考えております。具体的なところにつきましては、これからもいろいろ検討していかなければいけないというふうに考えております広瀬正議員。えどううもありりがとうございましたやはりあのー 地域でも、物資館を一生懸命育てている方がたくさんおいでます、やはりあの、やっぱりそれが仕事につながっていくっていう部分もやっぱり期待をしております、やっぱりあのまだまだ価格的には1本が3000とか4000というふうに聞いております。ほんであの ユズは1本の木が1万円の収入をもたらすというような話を聞いたこともございます。価格は当然あの年によって違うわけですけれども、やっぱ部習慣をた,たくさん育て、またそれが生活の安定につながっていくような形、で特産品と呼ばれるような形。 えー、ものになっていくっていうことがやっぱり目指すべきところであろうと考えておりますのであのこれからもどうかよろしくお願いいたします <laughs> あ、五分切りました私の質問以上にしたいと思いますどうもありがとうございました <laughs> 以上で広瀬正明議員の質問を終わります この際11時5分まで休憩いたします休憩前に引き続き会議を開きます一般質問を続けます松浦審議おはようございます6番松浦審議です お許しをいただきましたので、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。まず、教育行政についてということでありまして、高知県立中村高等学校、日差分校の存続についてということで、お伺いをしていきます。私もも3月月議議議会会でこの質問をいたたししましたで前回6月議会上岡新一議員も この分校の存続問題について、市としての考えというのをお伺いをいたしました。うん、その議事録を読んでいるとですね、どうしてもその市長のはっきりとした態度が見えてこないんじゃないかという思いがありまして、うん、もう一回、えー、市長にお伺いをいた,しいたしたいと思います。市長のお考え、あ県立のことでございますが、えー、市長のお考えとしては、この分校に対、存続に対して本気で取り組んでいくのか。 また、流れ等を見て、えー、もう統廃合もしょうがない、そういった思いなのか、どちらかはっきりとした決意を表明していただきたいと思います。長井市長。まず、四万十市には、えー、高知県立中村高等学校、そして畑農業高等学校、そしてこの西田文工の3校がございます。 当然そこの中で、高知県、あの西土佐文校につきましては、以前ご答弁と同じように、やはりその必要性は十分認識をしております、ただそこの中で、これまでにも、えー、旧西戸田村当時より、まあ、部活動等への財政的な支援、これは西土佐文校教育振興助成事業補助金として年間約30万円。 これにつきましてはクラブ活動の遠征費やまた消耗品またあおばりの運営費等々に活用していると思いますまた同時に平成5年か6年やったと思うかですけれども当時どうしてもあの野球部を作るという形の中でまた私は芸員にもなっておりませんし一村民であったわけですけれども橘グランドを借り上げてもともとあの 草園とか畑やったと思うがですがそこを村が1000万以上お金を出して確か造成をしそこで野球部を作った経過がございますまた残念ながらその野球部につきましては数年前に部員の減少でキュー部と廃部、まあ、という形になりましてあの終わったわけですけれどもその,あの土地の使用量等々につきましても 6年から約20年以上、現在もそうですけれども、立花地区にお払いをしていると、その総額につきましても、おそらく300万近いものになるのではないかなと思います、また同時に、角川若者支宅というのを、岩木さんとこのすぐ近くに建てて、元の警察の跡地に、派出所跡地に建てておりますけれども。 これなんかにつきましても、現在、分校の生徒の専用の寮として活用するという形でやっておりまして、県立高校であれば本来は県がやるべきしあの役割ながらですけれども、市としても十分、市、当時の村、そして現在の四万都市につきましても、西都派分校に対して大変あの支援をしているというあの認識がしております。また同時にに昨年イインターハイに 山形県の方に行ったと思うがですけれども、その時にもまあ運転手代とか、燃料代は払っていただきましたけれども、四万十交通、二松波交通のバスを活用し、あの一般のバスで借 <laughs> るよりは、かなり経費的な負担が少なく行けたという話も聞いておりますし、また、えー、教育振興会等々につきましては、必ず会には市の省、えー、長含め、いろ 多くの方が出てそこの中でいろいろな協議をしておりますのでこれは県立高校としては破格の扱いをしているというのが自分の認識でございますただその一方であの少子化等々の影響もありましてやはりあの生徒数が少なくなってきたというのも現状でありましてまあ、その場合リストは地区から言いますとまあ、愛媛県であれば議員もご存知のように通学そして中村地区であれば寮科下,下宿 といいうう形であろうと思いますで通学であれば、えー、江川崎から、えー、北川高校のある記憶、えー、町までが大体いい1か月7850円、まあ、3か月でやると2万2350円ですので、年間に約、まあ、8万円から9万円ぐらいですかね。 そして川崎から宇和島東、あるいは宇和島南、水産に行くとすれば、一月に9770円ですありますので、約年間に12万という形の費用がかかって、大かに経済的な負担があ,のあるのではないかなと。ただ、その一方、宿毛高校、宿毛から中村高校、あるいは県庁へ来てる子どもたちもおられます。その子たちの金額が1か月1万4790円。 これは特急に乗ると、1日1回100円で乗れるそうでございますけれども、年間約18万ぐらいのお金がかかるという形もございまして、確かにその経済的な負担等々につきましても、大変なものがあろうとは思いますし、できるだけ存続をするという方向で進めておりますけれども、そこの中で人が、 生徒がいなくなれば、その時点では仕方ないというのが、私の率直な思いでございますので、そのこれは存続とか廃止とかいうことでのあの議論すべき問題ではなく、昨年度につきましても、議員もご承知のように、あのえー、振興協議会ですかね、教育振興、西田文庫の教育振興協議会。それが、まあ 一応、会は毎年のようにやってたわけですけれども、私は昨年、久しぶりに出させていただきまして、そこの中で、会社だけでは何にもならんと、どういう形で生徒募集をするのか、その取り組みをせんといかんという形の中で、昨年初めて有効都市にある平方市の方へも DVD を作り、また、紀北町を含め、愛媛県の方にも、あのまあ、営業というとおかしいがですけれども、文庫の。 保護者の方々が中心になっって行った経過がございます残念ながらその経過について今年につきましてはまだ実を結んでおりませんけれどもこれにつきましてはや,かやはりまた継続をする必要があるのではないかなと思っておりますのでこれ文庫を残すのが本気でやるのかないのかというような議論については若干自分としてはこれはあのあの西沢地区で文庫がなくなったらええというものは一人もおりません。 またそこの中でこれは先ほど申しましたように県立高校でございますのでやはりその振興協議会そして中村高校の校長あるいは県教諭そういう形の中の流れの中で、まあ、進めるのが本筋でそれを市が一緒になって側面から応援をするという形がベターであろうと思いますのでおそらくあの教育振興協議会が。 また開かれるのではないかなと思いますので、また議員党ともそこの場に出席すると思いますし、またそこの中でいろいろな提言をした中で、要は、生徒を外からも連れてこないと、これは存続をする戦友でももう話になりませんので、どうして外からこっちに連れてくる、そういう魅力を作る学校にするか、そういう形が一番であろうと思いますので、また、 あのいろいろと、あの特に PTA の立場等々で提言をして、あの前に進めていたら、えいいのやないかなと思うのが自分の率直な考えでございます松浦審議員、はいえー。ありがとうございました。あの私はですねあの、しっかりと存続させていく、そして人数を増やすためにはどうすればいいか。 考えていくそういった答弁が欲しかったわけですけど、また前回と変わらないような答弁の内容だったですが、あの存続させないつもりだというのは、私の質問法ここで終わるつもりだったんですけど、あの私はこれからです、ね、その存続させるために、分校の人数を増やすためにどうすればいいのかというようなことの提言等を、これから質問していきたいと思いますので。 ぜひ前向きなご答弁をよろしくお願いいたしたいと思います。えー、先ほど市長が言われましたように、えー、文庫、かなり人数が減ってきております。で、中学校もですね、えー、現在の中学校1年生は12名、で、それ以下の学年の小学生たちももう20人を超える学年はありません。でその中学生が文にどれぐらい、 進学しているかというとだいたい年によって違いはあるありますがだいたい40%から35%となっておりますで、その中山間地の高校を残していくためには、えー、学年1学年20人というような規定がありましてその20人をクリアするには10人以上の方を、えー、外部から呼んでこなければ、えー、入学してもらわなければ この条件をクリアするのは厳しいというような状況でありますしかしそんな中ですねあの私の3月議会の質問の中で、えー、市長の答弁の中に、えー、6月頃にですね中間県の高等学校再編振興計画の中間取りまとめが出てそれを注視していきたいまたそれらを 見てですね、今後の新工作とかいうものを考えていきたいというような答弁がありましたが、その中間取りまとめというのが発表されております。その中に学校再編といたしましては、この日産文庫の名前が挙がっていないんです。えー 名前が挙がっているのは、秋高校秋桜川岡高校の2校と 2> <laughs> えー、久保川高校、また四万十高校の2校でありまして、こちらの4校についてはですね。統廃合、えー、統合を含めた検討校ということになっております。で、日産分校は、えー、中山間地域の学校ということでしか。名前が載ってなくてですね。とりあえずこの学校。 県立高校学校再編振興計画の中では、そのすぐに分校の、えー、統合というのはないのかなという思いがしております。また12月の、えー、と議会等々で県議会等々で,です、ね、最終的な、えー、後期実地計画というのがあるようでございますが、しかしやっぱり、 このままいっていては、えー、分庫存続ということにはなりえないと思います。で、その中間取りまとめ報告の中にですね、えー、日田分校についてある、えー、後期実地計画、後期実地計画というのは平成31年から、えー、35年度のことを指すようでございますが、えー、その 学校ののりり方の方向性とということで出ておまず、西田文庫については、地域との連携、交流活動、地域の特性を生かした取り組みを通じて、教育活動の充実を図る、また少人数の利点を生かして、国公立大学等への進学から就職まで、生徒の希望する進路の実現を支援する。 また、カヌー部の活動やラポールの活動を活発にし、生徒一人一人に役割ややりがいを持たせる取り組みを推進するとともに、さらなる活性策について検討が必要である。また、分校として、えー、高校教育の質を維持していくための最低規模である1学年1学級20人以上を連続して入学者数が下回っていることから、上記の取り組みを通して生徒数の確保に努める。 とということになっておりますで、各、え、脇、ー、で中山間地域にある学校に共通する方向性ということで、えー、ICT の活用により、難関校への進学希望にも対応ができる学習環境、社会性の育成の確保が必要、また市町村との連携により、地元中学校からの進学率をさらに向上させることが必要、また今後、さらに魅力ある新工作を検討し、 特色ある学校づくりを行い、地域外の生徒を確保することが必要というようなことが記されております。で、あの出てきましたけど、ICT の活用により、難関校への進学希望にも対応できる学習環境づくり、これの確保が必要だと言われております、えー、明記されておりますが、この やっぱり中山間地域にある高校というのはです、ねえー学、日産の例を挙げますと、例えば勉強のできる子どもたちは、えー、やっぱり高知市内の高校に行ったりだとか、愛媛県の高校に行ったり、また中村高校等へ進学するような傾向があるように思います。 でそんな中で、県としては ICT の活用ということを掲げていることだと思いますが、実際にですねあの、県のことで大変申し訳ないのですが、どのような利活用がされているのか、市の方で調べておりましたら、よろししくお願いいたします。山崎学校教育課長。 それではお答えをさせていただきます ICT の活用状況につきまして、あの高知県教育委員会の高等学校側に確認をさせていただいた内容を、まあ、ご報告することで、答弁に変えさせていただきたいと思っております。まずあの、県下全体の状況ということになりますけれども、あの平成26年度当時に、小規模校に ICT を活用した教育環境の充実計画があったようでございますが、 当時、法改正によりまして、平成27年度から遠隔操作での授業において、単員取得が可能になったということになりました。そういったことを設けまして、進学においても小規模校でも専門教科の教員がいない教科について、この ICT を活用することで、 えー、単位が取れるということになったようでございます。えー、ということでございますけれども、現在、西土佐分校につきましては、えー、この ICT 環境の整備の不具合ということがありまして、現在、この活用した授業は行われていないというような情報を得ておりまして、その整備等について、学校側から研究員に対して要望を行っている段階であるということでございます。 にします正解にいたします。松浦審議員。わかりました、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、わかりました、まあ確かに県の子ですので、えー、ただこの、あすみません。やっぱりこの文庫を残していく。 ということ自体がです、ね、あの地域の存続だったり活性化だったり、えー、若い方たちを地域に残らせるそういうことだと私は思っておりますので、えー、なるべくです、ねえー、市議会の意向に沿った質問をさせていただきたいと思います。わかりました、えー、とそれとです、ね、続いて、えー 先ほど市長の答弁の中にありましたが、あわ寮という学生寮の名前が出てまいりました。これはですね、昭和46年に建てられたようでありまして、かなり老朽化しておるようであります。また、新しい住宅としては、市の方で、角川若者住宅等を建てていただいておりますが、どうしてもその外部から人を呼び込むとなると、かなり古い学生寮では、なかなか 学生を呼び込めないんじゃないかというような思いがありまして、えー、現在日佐文校のすぐ隣にですね、休校中の角川小学校があります。えー、学校の利活用と、えー、大変難しい問題だったと思いますが、また耐震化等も必要だと思いますが、こちらの方をですね、えー、その文校の学生寮として市の方で整備できないか、また学生寮だけでな。 で,でなくてです、ねえー、それはできないことも考えて、えー、角川若者住宅のような感じにできないものか、えー、お伺いをいたしたいと思います伊勢脇総合支所長兼地域企画課長。はい、庁、えー。校の角川小学校の活用ということで、ご答弁をさせていただきます。 ご質問の西沢文庫の青葉寮につきましては、文庫に確認しましたところ、今ほど議員もご指摘がありましたように、46年の建築で2階建て、平成25年に内部の改装を行っているということでございまして、えー、部屋数は全部で7部屋、1部屋に2名が利用した場合には、最大14名が入居可能のところ、現在3名が入居ということでございます。 部屋の内部は、先ほども申し上げましたが、25年に改装しておりまして、エアコンも完備され、大変きれいな状況でございますけれども、耐震対策につきましては未実施ということでございます。それと、23年度には市の方で角、角川若者住宅ということで、学生の入居に対応しておるところでございまして、現在、10名の入,校入居が可能、こちらにも現在3名が入居されております。 現在、2つの宿舎を合わせまして、18名分の空き部屋があるということでなりますので、当面現在の施設で、学生の入居希望には対応可能ということで考えております。しかしながら、青葉寮につきましては、耐震対策を行っていないということでございますので、 今後、その代替として、市の保有する施設の活用につきまして、県教委等から相談がございましたら、可能な限りの協力をさせていただきたいと考えているところでございます。議員からご指摘のありました角川小学校校舎につきましては、昭和53年の建築、耐震診断の結果、補強が必要な建物であるということでございます。 また、分庫の量として活用する場合には、これらをクリアする必要がございます。また改正、改築するにあたりましては、多額の費用、こういったものも必要になってくるということになろうかと思いますので、そういったところにつきましても、現在の所管であります教育委員会、また県の教育委員会等とも協議をしていく必要があるというふうに考えております。以上でございます。松浦審議員 えー、はい分かりました、ありがとうございます。えっ、ー、とですね、あの日産にはですね、かなり、えー、かなりでなくてですね、統合後、遊んでいる、遊んでいるといいますか、まあ、有給の、えー、休校になっている小学校というのがたくさんありまして、ぜひ、この校舎の利活用というのは、やっぱりこれから考えていかなければいけない問題であって、 ぜひですね、この学生寮としての取り組みに前向きに考えていただきたいと思います。続いて、公設塾等の創設ができないかということでありまして、全国的に見ましても、公設塾というのが最近、注目されているようでありまして、特に、 地元校が統廃合に直面したところだったり、学習塾がないところであったり、遠方の塾への送迎で保護者の負担増などの抱える課題を抱える過疎の自治体に解説されるケースが多いようであります。その内容といたしましては、運営モデルとかスタイルとかいうのは様々自治体によって様々であるようでありまして。 えー、高知県では四万十町や豆原町また、えー、大豊町ですかねの方でも開設しているようでありまして例を挙げますと、えー、大分県筑後高田市の、えー、学びの21世紀塾というのはですね というところはです、ね、受験対策に加えて、パソコンやそろばん、そば打ちなど、多様な講座を展開しているそうでありまして、400人以上の住民が講師登録する地域ぐるみの寺小屋スタイルが特徴で、きめ細やかな指導ができているということであります。揺す原の例を言いますと、学校が主導する塾ということでありまして、 湯沙羅高校は教員補習のほか、外部指導者によるハイパー補習を開設している、費用は町の補助に加え、PTA も負担、希望・進路に応じた個別指導も行い、ここ2年は国公立や有名私立大への合格者も増えているということであります。で 一部講師は伊勢原中でも補習を担当しているそうでありまして同じ先生に高校でも習えるということが伊勢原校への進学率が9割を超す理由ということが新聞,新聞の方に載っておりましたやはりこの人数が少ないことによって将来の選択肢が減るということがこの分校 地元の子どもたちが分校を受験するしな,しない理由の大きな理由だと考えておりまして、えー、例えば国公立大学に受かるというような子どもたちが出ればです、ね、現在、甲子市の方に行っている子どもたちや愛媛県の方に流れている子どもたちもこの日差分校ということを に進学先に選ぶんではないかという思いがありまして、えー、ぜひです、ねあのー、子育て世代に優しい四万市を目指す高平市長、この公設塾というのをです、ねえー、全部市が負担する必要はないと思います、あのー、ぜひ PTA、保護者等にも官民一体となって取り組んでいけるような公設、えー、塾を作っていただきたいと思いますが、これについてご答弁をお願いいたします。 山崎学校教育課長、はいえー、お答えをさせていただきますあの西笹文校の、まあ、学力基礎学の向上のための構成塾というふうに理解をいたしたところでございますが、えー、先ほど議員おっしゃいましたように、えー、県内でもこういったあ施設塾が、えー、その自治体エリアにないということで作っているというような経過もございますが、あのおっしゃいましたように、梼原高校のように、高校が主体で、えー、自治体等の支援、 というのも事例としては把握をしているところでございます。しかしながらあのまず文庫においてもあの個々の学力に沿った形での学力の底上げですとか軽く学習というのは 行われると思っておりますが、その外で、それ以上の対策というのは、これ、小学校、中学校もそうなんですけど、今、地域人材を活用して、開かれた学校の中で、地域の人材を活用して、火力学習も行うという方向になっております、そういったことから、この高等学校におきましても、学校支援地域オーといった地域人材を活用した取り組みというのはあろうかと思いますので、 まずの県、県教育委員会はじめ、西出訪文校としてお考えいただく必要があるかと思います。ただあの、文校存続という観点で、あの存続の協議会というのを、えー、議員も委員として入っていらっしゃいますし、それから地元の方、地元の方、PTA の方、それから行政の執行部も入っている会がございますので、まあ、そういった中でも、えー、地域の力、人材が活用できないかといった視点で、まあ、議論もしていくべきだと思いますし、まあ、そういった中で、市 として支援できるしないといけない部分がまあ整理ができるようになればそういった検討もまあ必要なのかなというふうに思っております。松浦審議員はいわかりました、えー、ぜひですね、えー、前向きにご支援ご検討いただきたいなという思いがあります。えー、続いて。 奨学金制度の拡大ということでありまして、えー、明日の質問がですね、えー、うちの四万十クラブの上岡忠代表が、一1・二制度のことについて、えー、質問をいたすと思いますが、えー、これはですね、1、えー・二制度ということで、日産には奨学金制度というものがあります。 これをです、ね、もっと拡充あの私は日産分校の存続ということを念頭に置いて今回質問していますので1・医師に制度の解消ということではなくてです、ね、もっとこう拡充していったら PR 等もしていったらいいんじゃないかなという思いがありますが、えー、その奨学金制度を ちょっと私、勉強不足で申し訳ないんですが、奨学金制度の詳細な内容といいますか、えー、どういった方が使えるのかというようなことは、答弁でできるしょうか,大丈夫か山崎学校教育課長。 えとどういった資格要件というか、そういった視点でのお答えでよろしいでしょうか、はいえー、それではお答えをさせていただきます。あの今あ、この議員がおっしゃいましたあ奨学金制度については、あ旧西土佐村からの制度の引き続きということで、西土佐地域の方だけの限定した制度になっておりますけれども、えー、そこの中での資格要件というのは、えー、貸付年度の4月1日で四、えー、万都市に1年以上。 在住する方まあ、島本市と言いましても西戸田地域に住所がある方ということになってまいりますけれども、えー、それで高等学校以上の学校に在籍する方というのは一つの要件としてございます、えー、それあとは人物学業ともに優秀かつ健康ということで 一定学校のそういった書類もいただきながら、なおかつ学習の支援が困難ということで、資格、あの収入要件というのも設けておるところでございます。最後に、奨学資金の返還が確実ということで、連帯保証にも設けておりますけれども、あれ、返していただくことも必要ですので、こういったことを要件として、返し付けを行っているところでございます。松浦審議員 はい、わ、えー、かりました。ありがとうございます。えー、これはですね、その例えば年収等の制限等はないわけでしょうか。山崎学校教育課長。 ええと言って、あの生活困窮というところまで行きませんが、あのこういった経済的に厳しいご家庭の支援というものの側面を持っておりますので。基準といたしましては、生活保護法のまあ基準額の2倍以下のまあ所得ということが条件としてはなってまいります。松浦審議員。はい、ありがとうございました。えわ、ー、かりました。今国の方でもですね。えー この奨学金等、えー、また給付型とか、ですね、いろいろなことが考えられているようでありますが、ぜひ、えー、もう少し PR していただいて、ですね、あの受験えー、日沙地域の住民を増やす、日沙地域の若い方たちを増やすような取り組みをしていただきたいと思います。えー、次に、えー、クラブ活動のの、強化とということで、えー、日差文庫は市長の 最初の答弁にもありましたようにカヌーが非常に頑張っておりまして昨年については2年生3年生カヌー部の全員がインターハイに出場されたということでありまして今年もですね国体とインターハイにも多くの方が出場されているということを聞いておりますこのカヌーというのはやはりシマントガというこの地域の 特徴といいますか、を生かしたスポーツ、競技だと思っておりまして、嶺北もですね、このカヌーというのに非常に力を入れておりまして、例えばオリンピックで金メダルを取ったような選手を、コーチ等に招聘して、行政がです、ね、あの招聘して、コーチ等に雇って。 クラブ活動に強化しているというところもあるわけですがぜひですねそういったところに負けないように、えー、この四万十市としてもですね取り組んでいただきたいと思いますが、えー、こちらについてはどうでしょうか山崎学校教育課長はい、えー、お答えをいたしますあの議員おっしゃいましたようにカルブにつきましてはあの今トップ県下でもトップクラスということで、えー 香川県出身の陰島円香先生が、まあ、あの6年前に分校に赴任されて、その指導の下、えー、インターハイですとか、国体に出動している状況に、えー、ございます。 えまあ今年度につきましても、福井の幸せ元気国体にも、分校では初になりますけれども、女子火薬ペアが出動するということになりました。また、これまで個人での出動はございましたけれども、ペアでは初、県下でも高知国体以来の出動ということで、嬉しく思っているところではございますが、そういった中で、先ほど市長がご答弁いたしましたように、人から外から呼び込むという部分でいうと、このカーヌー部というのが、 一つの特徴的なものかなというふうには考えておくところでございます。 えー、そういったことから、まあ、市といたしましても、その旧日朝時代から、先ほどこれも市長がご答弁いたしましたけれども、えー、年間130万程度になります、財政的支援を行っておりまして、えー、そこの中には部活動のクラブ遠征費とか、消耗員等も含まれておりますので、まあ、こういった支援が現在の活力に一定、寄与しているのかなというふうには考えているところでございます。えー、今後ともこの支援というのは、一定継続が必要かなというふうには考えております。 松浦審議員分かりました、えー、ありがとうございます、えー、とですね、やはりこのカヌー、えー、成績だけでなくてカヌーをすることによってまた人間形成等も、えー、非常に養われていく特に、えー、日産文庫の子供たちは私がですね 私といいますか、近所の方たちが、車等ですれ違っても、ぺこりと頭を下げていただきたり、挨拶さ等もしていただきます、そういったスポーツを通じて、大事な人間、人間の感性といいますか、人間的にも大きくなっていると思いますので、ぜひですね、まあ、引き続きといいますか、さらにご支援をお願いしたいわけですが、今後ともまたよろしくお願いいたしたいいと思います次に、農村留学の推進についてということであります。 現在、その市の方としてですね、中学校、小学校等で農村留学というのはやっておられるのでしょうか、お伺いいたしま伊勢脇総合支所長兼地域企画課長、はい、現在のところ、農村留学については、実施をいたしておりません。松浦審議員 はいいわ、えー、かりりまましたありがとうございます四万都市はですね、えー、雄大な自然といいますか、四万十川をはじめとして、えー、自然豊かなところであります、ぜひこの、えー、農村留学というのにですね、取り組んでいただきたいなと思います。というのも、えー、小学校、中学校等々で、ですね、あのー、この地域でを育った方たちが、高、え、校、ー、になって、またこの地域に帰ってきたいと思えるようになってくるんじゃないかなという思いもありますので。 ぜひですね、この農村留学というのにも取り組んでいただきたいなと思いますがこちらに対して答弁は伊勢脇総合市長兼地域企画課長はい、えー、農村留学の推進という点でお答えをさせていただきます、えー、議員のご指摘のように西戸地域の実情でございますとか西戸田文庫こういったところを知ってもらう機会といたしましては また、より身近に感じてもらう機会として、提案の農村留学、この取り組みは有効な取り組みではないかと考えております。しかし、実際にどのような形で実施が可能なのか、また学生の受け入れはどうするのか、こういったところを具体的に一つ一つ調整していく必要がございます。現在、西土佐地域におきましては、この日土佐分校について協議を行う場といたしまして、チーム日土佐の会。 それともう一つ、日差文子存続推進協議会というのがございますので、ご指摘の件をこの場で提案いたしまして、可能性について模索をしてみたいと考えておりますので、ご協力とまた今後よろしくお願いをたいたします。松浦審議員はい、えー、ぜひですね、あの可能性あると思いますので、ご検討いただきたいと思います。えー、それでは次の質問に移らさせていただきます。 えー、林業振興についてということでありまして、えー、まず、えー、森林環境税について、えーっとですねえー、今年度、えー、税制改革大綱に、えー、森林環境税と、えー、森林環境贈与税の創設が明記されて、 ましたえー、2019年に譲与税化され、えー、2020、えー、違いますね、えー、33年ですか33年じゃないな、えー、平成33年以降です、ね、本格導入される、えー、森林環境税については、えー 自然的条件が悪く、採算性が望めない森林など、市町村が受け入れ、干ばつなどの森林整備を進めていくことを柱とし、人材の育成や担い手の確保をのこと、えー、森林保全、木材利用の促進、普及、啓発のほか、えー、県が行う支援などに関する費用に充てるということで、出、えー、されておりますが、こちらですね、あのー 国もです、えー、ごめんなさい、いすえー、とこれはです、ねえー、森林の干ば、えー、費用などを賄う新税ということで、えー、住民税に1人当たり年1000円をお話しして徴収し、えー、地方増与税として、えーえー、森林面積などに応じて自治体に配るというものでありまして、えー、来年度、 1 9年からです、ね、先行して導入されるものであります。で、県の方の試算が県議会の方で出ておりましたが、19年にはです、ね、市町村に約5億7000万円で、県の と県に約一億四千万円の計約七億一千万円がえ十九年ということで三十三年以降は市町村二十九億円また県に約二億円の計二十一億円が見込まれるとの試算が示されておりますこちらについてですねまだはっきりした情報はないと。 ないかもしれませんが、えー、この見通しについてお伺いをいたしたいと思います篠田農林水産課長はい、えー、森林環境常用税のお見通しでございますけれどもこれは現在過小という形になっておりまして、えー、平成三十六年度からは森林環境税というこれも過小でございますけれどもお こういうふうに変わるのではないかというふうに伺っております、えー、金額でございますけれども国が示した計算式がございますこれはあ新、えー、私有林の人口林の面積これが50%、えー、林業就業者数が20%、えー、人口数これ人口割これもお 割合にあるんですけれども、30%の100%でございますけれども、一部ですね、県の方にも配分されるということがございます、そういったことも加味した中で、この国が示した計算式に基づき、試算してみますと、本市では平成31年度が3800万円、それから徐々に増えていくんですけれども、これは3年ごとに増えていくと。 いうことで計算されております。平成45年度には約1億2800万円でないかというふうに試算をしているところでございます。松浦審議員。はい、わ、えー、かりました。ありがとうございます。えー、っとですね。で県の方も。えー この国の心理環境税に先行いたしまして、心理環境税というのを1人500円ですかね、県民、取っております。これとの違いについて、ですね市の方でどういうふうな認識を持っているのか、お伺いをしたいんですが。 質問で今今のでどうですか。はい。新田農林水産課長。はい、はいえー。県独自の森林環境税の違いということでございます。えー、この県のあの森林環境税でつきですけれども、えー、それぞれ、えー、市町がございまして、えー、保育干渉、歯科被害対策、森林環境教育。 森林ボランティア活動、木材利用の促進などの支援に活用されているということでございます。一方、国のこの森林環境常用税の使途でございますけれども、平成29年12月の閣議決定されました税制大綱の中で、市町村におきまして、干ばつや人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの 森林整備およびその促進に関する費用にということにされておりますまた先ほども触れましたけれども県におきましては森林整備等を実施する市町村の支援等に関する費用に充てることができるということが示されておりますこの両つきですけれども森林整備を行うという点におきましては確かに共通しているところがございます この違いと現時点での違いと言いますのは県の森林環境税は森林所有者自らが森林整備を行う意思を持つ森林を対象とするということとされております一方国の森林環境譲与税これにつきましては新たな森林経営管理制度のこれはあのおお 平成31年4月から施行されるわけでございますけれども森林所有者自らが森林整備を行う意思がない森林が対象になるものということで、えー、税の違いと市との違いということがあるということで私ども認識しておりますただし今後ですねこの国の税の詳細が明らかになってくるものと思われますので それぞれ情報を集めまして、人につきましては検討していきたいというふうに考えております松村審議員。員はい分かりました、えー、ある程度のですねその役割の違いというものが示されているようでありますが、また、<coughs> 国の方うの条、えー、税の方がはっきりいたしますと、まあ、あのー 結構使い勝手のいいと言いますかいろいろなことにこの県じゃなくて国の方はですは、ね、使えるんじゃないかなという思いがありまして、えー、この椎次のしいたけの原木補助についてということでありますが、えー、昨年まで3年間しいたけの原木に対して、えー、補助が 市の補助がしいたけ産業というのは、えー、自然循環型といいますか、まあ、木を切ったらまた生えてきてしいたけを取ってま,また切ってというそういう繰り返しの、えー、特用林産物、まあ、農業林業に近いものでありまして。えー 昔はですね、あのこのしいたけ栽培されている方が、えー、各地域、特に山間部、地区山間地ではかなりおら,おられました、で、えー、広瀬議員も先ほど質問をされておられましたが、その山に保水力とかがです、ね、ある、そのしいたけの原木というのは、くぬギやならが、えー、主なものでありまして、山に保水力等を、えー たを得らせるものの木の中の一つだと思っておりまして、このしいたけ産業はですね、やっぱり、されていったから山もあのさびれていったというようなこともあるんじゃないかなと思います。現在、そのしいたけの価格等もですね、昔の昔といいますか、一時期の良い時代に近づきつつありまして。その椎茸農家の また生産意欲を高めるためにでも,にも、えー、このしいたけの原木の補助について、えー、継続していただきたいのですがです、ねあの、こちらの財源等を利用してできないかということで、お伺いをいたしていると思います篠田農林水産課長。えー、ご質問の、しいたけ原木の補助への活用についてでございますけれども。 この事業は昨年度で終了しておりますこの事業ですけれども、過去に風評被害というのがございました、これは原発の関係であったというふうに思っております。乾燥しいたけの価格が急激に落ちたと、下落したことから、その価格を補填する理由で補助を行ってきた経過がございます。 これにつきましては、生産農家、また J、JA、からの強い応募もあったということでございますけれども、今ほどもありましたけれども、以前落ち込んでいた単価からは、現在、平均単価で言いますと、4000円くらいの価格まで回復しているのが現状であろうかというふうに思っております。次に、この市民環境税が財源になるかということでございますけれども、 この森林環境譲与税でございますけれども、あくまでも森林整備の促進につながる費用であるということが大前提であるというふうに思っております。また、新規の施策、あるいは事業量を確実に増加させる施策に充てることが適切であるとされております。ただ、ここにつきましては、市町村の一定の判断によるものとされるということも示されておりまして、 ここは一つの考え方であろうかというふうに思いますけれども、この原木しいたけの補助につきましても含めまして、今後、ですねこの乾燥しいたけがまた急落すると、そういったところが出てくると、ですね一定、議論をさせていただきたいというふうに考えております。松浦審議員 はい、えー、分かりました、ありがとうございます。あのしまあ、厳しい状況になれば検討いただけるというご答弁だったと思いますがです、ね、しいたけ作っておられる方はです、ね、大変高齢化しておりまして、この地域にしいたけ栽培される方はもういなくなるんじゃないかなというようなところまで。 落えー、ぜひですねその生産者が、えー、生産意欲を高めるためにもですねこの原木に対しての補助また山の回転等を良くするためにも、えー、お願いしたかったわけですけどえー、まあ良い返答がもらえなかったということでぜひですねまた今後何らかのえー 方法を考えていただいてこの非宅栽培等も盛り上げていただきたいなと思いがあります若干早いですが私たちの質問をさせていただきます以上で松浦審議員の質問を終わります昼食のため午後1時まで休憩いたしますえ休憩前に引き続き会議を開きます一般質問を続けます 山下由紀子議員、三番山下由紀子でございます。よろしくお願いいたします。今回の質問は一問一答方式で、また初めてのことでお聞き苦しい点もあると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。 それでは通告に従いまして、質問をさせていただきます。男女共同参画において、まず1つ目は、本市において女性管理職員の登用状況についてお伺いをいたします。内閣府男女共同参画局では、社会のあらゆる分野において、2020年までに、 指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度になるよう期待するという目標を掲げており地方自治体にも同様の取り組みが期待されていますまた女性活躍推進法も施行され女性の同様目標の設定と行動計画の 測定が義務付けられました女性活躍推進法から間もなく3年、女性の活躍を支える取り組みは、大企業から中小企業にも広がり始め、人材確保や働き方改革の面でも、企業の関心も高まりつつあります。そこで、本市の登用状況をお聞かせください。 なるほど課長、本市におけます現在の女性管理職の登用状況でございますけれど看護職を除く全管理職25名のうち女性の管理職員は3名でございます女性管理職の割合としましては12%となっております以上でございますはい、ありがとうございます、はい 山下幸男議員はいありがとうございます、女性の管理職を登用したことで、以前と現在ではどのような成果がありましたか、また課題は何かありましたでしょうか、お聞かせください、はいは鳴子総務課長。えー ご答弁いたします。成果と課題ということでございますけれど、特にあの課題というものは見見当たっていないというふうに思います。成果につきましては女性ならではの視点というものが随所に生かされているというふうに総務課的な見方をしております。以上でございます。はい。はい、山下由紀子議員。はい、ありがとうございました。現在、女性の管理職員の方は。 快適に仕事ができている状態でしょうか。問題点などは何か出てきてませんでしょうか。はい。鳴子総務課長。 初めに申し上げておりますが、快適に仕事をできているかというふうなアンケートを取ったことはございません、また、そういった状況とまた踏まえて、今、不満であるというふうな形も聞いている状況ではございませんので、今のところは現状で十分とは言えませんが、快適に過ごしているというふうに思っているところでございます。以上です山下裕子議員 ありがとうございました今、問題点も何も出てきてないということですので、あの安心しましたと。それでは次の2つ目の質問ですけれども、近隣の市町村では女性の管理職員は何人で、どのような職,職種についているのかをお,かお聞かせください鳴、はい、子総務課長。 はいえー、近隣の市町村、地域の市町村の状況でございますが、えー、これはまあ看護職を除くというふうなことでお聞きしていただければと思います。えー、まず宿毛市でございますが、えー、これが2名でございます、土、え、佐、ー、清水市が5名、そして黒潮町が1名、えー、大月町が2名、えー、そして三原村が3名、いずれも事務職でございます以上です。 はい、山下議員、はい、ありがとうございますやはりどこも女性の登用は、まだまだ少なく厳しい課題を抱えているということですね、職場等における観光や固定的性別・役割分担意識を初じめ,めとする人々の意識、社会制度といった男女の働き方に影響を与える。 要因にも幅広く目を向けて女性が能力を存分に発揮できる環境を整えていくことが必要だと思います次に3つ目の質問です本市として今後の女性管理職員,職員の登用についてどのように取り組んでいくのか市長にお伺いお願いいたします長谷市長 はい、えー、今回、山下議員より女性の管理職登用にという質問がありましたので、えー、合併前の西出羽村の村長当時のことを思い出しておりました、えー、私が村長をやりました平成15、16、17年、当時、まあ、女性の係長から言われたことがございます、それはどういうことかと申しますと、自分の息子と同じような年代のこと、係長研修をせんといかんと。どうせあの するのをやったら同じように男性女性に関わらず、同じような年代に挙げてもらうと意見というのを言われたのを今思い出したわけであります。けれども、確かにあの合併当時、あの女性の管理職は記憶が定かではありません。けれども、あの旧中村氏にはいなかったと思います。西戸さんに1人おったぐらいじゃなかったかなとで若干増えております。けれども、そこの中でや。や 一つ自分としてこれから女性の登用等々を考えていく場合に、まず女性だからということで登用するのであれば、おそらくその方に負担がかかって、なかなか本来であれば定年まで勤めれる、それでも早く辞めらさんといかんという形にもなりますので、そのやはり男性にもごして十分仕事のできる人材というのを見極めた中で進めなくてはいけませんし、また、 あの男性の大体、あの係長がだいたい40歳前後であろうと思います。これまでにつきましては、女性のその係長の年代がおそらくそれより何歳か遅かったのが現実ではないかなと思います。ですので、管理職を作る場合には、その前の課長補佐。 そして係長の段階からそれを見据えた人事配置をしていかなくてはなりませんので、そこらあたりにつきましても、十分あの配慮をした中で進めていきたいと思っております。特に、えー、ここ数年、女性の係長であるとか、あるいは課長補佐とか、町、ま、田、あ、を担う人材等々をあの登用しておりますので、いずれその方々が、まあ、管理職としてやっていけるのではないかなと。 今、市の職員につきましても、半分以上は女性ですし、四万十市の人口も半分以上は女性であります、また後ほど、防災関係の質問もありますけれども、やはりこれからの行政を進める中においては、やっぱり男女共同参画で、女性の視点を進めながらやっていかなくてはなりませんけれども、そこの中で先ほど申しましたように、女性だから登用するというのではなく、やはり能力のあるものについては、男性、女性、関係なしに挙げていく。 というのが私の基本的な姿勢でございますし、それに応えていただける女性の職員がど、まえー、毎年毎年あの育ってい,たあのいるように強く感じるところでございますので、今後やはりこのパーセント提示とのものは上がっていくのではないかなと、国の方もまも、あ、明確にそういう方向を出しておりますので、市の方もそれに沿った中で進めてまいりたいと思います。はい、山下子議員 ありがとうございました市長からの心強いご答弁をいただきまして、これからの四万十市の未来に希望を持つことができました、ありがとうございました。女性の登用については、将来、指導的地位へ成長していく人材プールの形成や、女性職員の職域の拡大。 研修等を通じたキャリア形式支援など、できる限り多くの女性が活躍できるように取り組んでいただきながら、また女性の場合、育児や介護など、さまざまな生活環境の中で、責任職となるわけですが、そのような要因を踏まえた中でも、女性が働きやすく活躍できる職場づくりの意識改革が必要だと思います。 そのような中でこそ、女性の視点からの業務改善案など、職場全体の働き方改革にもつながっていくと思います。まず、本市から市内企業への手本となっていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。次に、防災・減災について。 災害対策に女性の視点を生かした取り組みをといたしまして、1つ目に現在、委員会に何人の女性がいるのかの質問でしたが、昨日の川口議員の質問の答えで3人の委員がいているということでしたので、私としましたら、ポイントを絞った質問にさせていただきます。防災対策に 女性の視点を反映するためにも防災計画の作成・修正・政策・方針決定過程への基本的な考え方や具体的な取り組みを盛り込むことが大事であると思います防災会議においては女性委員の役割が不可欠でありまたいつ起こるかわからない災害に備え 平常時から、多様な視点で災害においての防災、減災、避難所運営、災害復旧活動など、積極的な取り組みについて考えなくてはなりません。そこで、女性委員の拡大に努力はなさっていると思いますが、多様な面から女性の消防団や防災活動を展開する、 婦人団体や地域の婦人会などにも、女性のリーダーシップの重要性の研修や、女性の防災士資格取得についても、推進の拡大をお願いしたいと思いますが、この点につきましてお、お聞かせください。桑原地震防災課長。はい。 まずは、本市の防災会議における女性の委員の数、3名ということでございます。昨年、委員として移植させていただいておりますので、任期が2年でございますので、来年度、市長が先ほどお話,がありましたお話をさせていただきましたように、女性の登用というのは大事であるというところもお話がありましたので、そういったことも踏まえながら、新たな移植がされるものというふうにも考えております。それから消防団の関係で申しますと にに消防団の中には女性でで隊を組んいいるところもございますまた、そういったところには、訓練とか、私どもが防災会議、防災の会をする中で、ご意見やご提言もいただいている状況でありますので、こういった取り組みはさらに広げる、それから防災士の要請につきましても、現在は今の状況で言いますと、 今回、昨年、防災士にお願いしましたのは、まず、発災してすぐの段階で動く土木業工業者の方々に防災士を取得していただくようにお願いしたところです。今年度につきましては、さまざまなお願いをしているところですけれども、要配慮者施設などの職業の方にもお願いをしようと思っております。こういった方にも非常に女性の方、多くおられると思いますので、そういった中ででも、 女性の方々が防災士になっていただけるように取り組んでまいりたいというふうに思っているところです。以上です。はい、山下幸子議員、はい、どうもありがとうございました。ぜひあのこれからも前,前へとあの進めていきたいとあの進めていただきたいと思っております。私も女性の立場から皆様とお互いに取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 2つ目の質問は、避難所に女性の視点をということで、質問させていただこうと思ってたんですけれども、この質問も昨日と重なりますが、私の視点から少し質問させていただきます。本市では、まだ長期避難,所生活避難所活用はこれまでにまだ起こってないということで、 本当にありがたいことだと思っておりますが、7月の西日本豪雨災害に遭われた岡山、広島、愛媛の3県では、避難所生活を余儀なくされておら,おられ、大変厳しい生活を送っているということです。東日本大震災の場合の震災関連死の内訳を見てみますと、5割以上が、 避難所生活の肉体的精神的疲労によるものとなっておりましたこのため避難所の運営の在り方が非常に重要になります建物や道路を含めたライフラインの被害が大きいと避難所生活者が増え外からの救援救護が入り,なく、うん、入りづらくなり食料等も不足します このような避難所生活上、過酷な状況が広がっていくと、感染症の蔓延にもつながってまいります。こうした時に重要なのは、実は女性が持っている暮らしの視点がとても重要になってくると思います。これまでの避難所のリーダーは、男性であるケースがほとんどで、男女性と男性では、 それぞれ置かれている状況が違うため必要な物資や環境なども違ってきますこのように本当に被災者が欲しいものとリーダーが必要と発信するニーズが合わないことなどが起こってまいります本市では避難所において女性の視点をどのように捉えているのかお聞かせください自信 川原地震防災課長、はい、お答えいたします、えー、先ほど、えー、もうあ,ありましたとおり、避難所運営マニュアルの中で、まあえー、女性の方にも、えー、参加いただきながら作っているということは、昨日もお話しさせていただいたところですけれども、えーあの、この避難所の運営にあたりましては、必ず委員会というものを作成しますので、作りますので、その中に女性の方には必ず入っていただくということも、えー、定めております。 それから、えー、女性の相談には、えーまあ、女性が乗れる、まあ、いわゆる運営する側での女性の視点、それから、まあ、相談、避難者である側の女性の視点、こういったものが、えー、必ず入るようなことも考えておるところです。それから私、昨晩、えー、大橋通り1丁目、2丁目を含めました11地区の、えー、避難訓練がありまして、その後の反省会、えー、これに参加させていただきました。 その中に女性の方がおられましたので、お話を伺ったわけですけれども、訓練に際しまして、例えばアルファマ米を作って食べるという中ででも、その途中で作る経過を誰もが、みんなが見たわけではなかったと、そこではやっぱりみんなが見てメモを取るであるとか、ポイントはどこかというようなことをしっかりとすることも大事ではないかということはもとより、それから、昨日の反省会につきましても、 その女性の方の発案であったようでして、それを受けた男性の区長さんが、パワーポイントで、訓練の経過でありますとか、課題、それから将来的なことはどうしようかというようなことまでしっかり作ってくれて、意見交換もさせていただいたところです。そそういいったところから申しまししままても男女両方のののの意見がいりますしその上では避難,避難所の運営の訓練 こういった中でも必ず女性の方に入っていただいて、その中で課題こういったことを見出していただきまして、それをまた改善に続けていく。こういうことも避難所運営ま避難所運営の中でできる準備として必要というふうに思っているところです。以上です。山下由紀子議員、ありがとうございます。女性の視点を生かしながらのマニュアル作り何度もしていただいておりますが。 あのマニュアルではリーダーを決めるときに、うんえー、ただリーダーを決めてくださいとだけに収まっております、避難所のリーダーを決めるとき、男性と女性と2人でリーダーをしていただくことで、より細かな視点を取り入れることができると思いますが、いかがでしょうか。はい、桑原防災課長、えー 議員ご指摘の通りの部分もあると思いますただしあのこの男女をリーダーにするということは地域防災計画にも掲げられておりますので、えー、そういったところでマニュアルの運用につきましても、えー、その視点を持って取り組みたいというふうに思っております山下幸子議員、はい、ありがとうございました避難所では一時的に不特定多数の 方々がが共同生生活を送ることから、様々な制約や不便が生じます。男女のニーズの違いに十分に配慮し、それぞれの場面で女性の意見や声が正しく反映されるように、女性の積極的な参画と、女性の視点に立った避難所づくりに取り組んでいただくようにお願い申し上げます。よろししくお願いいたします。 次の質問は、液体ミルクの備蓄推進についてお伺いいたします。液体ミルクは、ボリュームに成分が近く、乳児に必要な栄養素を加えた液体状の乳製品で、常温で保,全保存でき、容器に吸い口をつければすぐに飲める。粉ミルクのようにお湯で溶かしたり、 哺乳瓶の洗浄や消毒をする必要はなく、海外では広く利用されており、国内においては2009年から液体ミルクの販売解禁を求め、厚生労働省に規格基準設定に関する要望書を提出しておりましたが、なかなか進歩はなく、東日本大震災や熊本地震では、不入り フィーランドから救援物資として液体ミルクが被災地に届けられ利便性からも母親から歓迎されました東京都は液体ミルクを災害時に調達するため流通大手と協定を結び海外メーカーから緊急輸入をする体制を整えております 西日本豪雨では愛媛県や岡山県に提供され、ボリュームが出にくい母親にとって、液体ミルクはありがたいと喜ばれておりました。厚生労働省は、乳児用液体ミルクの製造・販売を定めた改正奨例を8月20日から設置しました。子育て負担の軽減はもちろん、 災害時のの備えにもつながるる特防の解禁であると思います大規模な自然災害が相次いでいる中で、清潔な水や燃料の確保が難しい災害時に、赤ちゃんの命をつなぐ貴重な栄養源となる液体ミルクを、本市の災害時の備蓄品に加えることはできないものか、今後は国も液体ミルクを、 災害備蓄品として認めていくと、私は想定しますが、私としてはいち早く四万都市につ取り組んでいただきたいと思いますが、本市としてのお考えを聞かせていただきたいと思います桑原地震防災課長、えー。このミルクにつきましては、本市でも、えー、民間の量販店と災害時における生活必需品物資の調達に関する協定を締結しており、 この中で、粉ミルクなどの協定を、えー、提供を受けることとしております。えー、議員ご承知のとおり、液、え、体、ーえー、先ほどもおっ,しゃおっしゃられましたけれども、お湯が不要ということや、えー、消毒もいらず、調入も必要ないという利点がございます。しかしながら、まあ、現時点では、えー、賞味期限が缶やレトルトパウチで9から12か月、それから紙パックでも6か月と。 いうことで、粉ミルクよりも使用できる期限が短いというようなことが言われております。それから価格も未定でございます。参考までに申しますと、海外品と国内の粉ミルクを比較しますと、価格以上、4倍以上というようなところもございます。さらにまだ本年度の認可ですので、製造ライン のことでありますとか、品質検査、こういったことがまだ必要なため、流通は早くても2019年以降というふうにお伺いしておりまして、現時点では分かっていないこともまた多数あるというのも事実であろうかというふうにも思っております。本市では、避難所における水と火力につきましては、現在、全力で取り組んでいる、確保は全力で取り組んでいるという状況ですので、現時点では、 えこういったものの環境整備に努めまして、えー、乳幼児に温かいミルクの、えー、飲ませてあげる環境を努めてまいりますとともに、液体ミルクに関しましては、今後の状況、こういったことを見ながら、導入を判断することになろうかというふうに考えておるところです。以上です、はい、山下議員はい、はいあのー 今、ご答弁にいただきました値段のこととか、賞味期限のこととか、いろいろあの課題はたくさんあります、えー、そしてあの国産のエリタイミルク、先ほどもおっしゃってましたけれども、あの時間はあと1年ないし、まあ、2年弱かかるということも、私もあの知っております。あの 価格の点におきましても、粉ミルクに比べ、価格が気になるところですけれども、この点からも自治体が備蓄を進める意義は大きいと思います。一定の市場規模の確保や価格の抑制にもつながることだと思いますので、何とぞ前向きに考えていただきたいと思います。よろししくお願いいたします。 次は災害時の備えとして、仮設住宅の配置計画についてお伺いいたします。今回は西日本豪雨や6日の北海道地震など、まさに想定の範囲を超えた災害が立て続けに起こっております。そこで本市も28年に南海トラフ応急機機能配置計画を制定し、 この計画の中では、応急仮設住宅を建設する用地など、検討していると言っておりますが、現在、建設住宅地の配置場所などはどのようになっているのか、お聞き、お願いしたいのですが。はい、桑原新防災課長。はいえー、平成28年度に、えー、策定しております、応急機能,機能配置計画の中で、 一定定案としましままてて応急仮設住宅の位置なども定めておりますただ、この計画についてですけれども、まず、近隣の市町村において、過不足というものがあります、例えば避難所が足りないであるとか、応急仮設住宅の用地が足りないということがありますので、幡郡では県と幡市町村が連携しまして、現在、その 用地などの広域の調整を行っております四万十市で例えば黒潮町にこの部分は使っていただいて結構ですとか逆に黒潮町にこの部分は使わせていただきたいというような調整を本年度から始めたところでございますですからそういった調整が終わった段階でこの応急仮設住宅の位置が確定してくるというふうに確定するというふうに考えております。 それから余談でございますけれども、こういったものが確定しますと、それぞれの準備が必要なわけですけれども、応急仮設住宅を建てるにあたっては、地元の方の、地元の建築業の方の協力が不可欠というふうに考えておりますので、現在、建築協会、四万十市の建築協会、それから設備協会とですね、四万十市の方で、こういった応急仮設住宅の 建築などを趣旨としました協定を9月末頃に締結する予定としておりますのでこういった準備などもしているという状況でございます以上です山下幸子議員前向きに準備をしていただいているということで本当にありがとうございます災害が起こってから仮設住宅の配置場所が決まっていないようであれば避難所生活も長期化につながります 応急仮設住宅の設置が円滑に行えるよう事前準備に取り組んでいただきたいと思いますよろしくお願いいたします次は災害時の救援物資を運ぶ道路の確保についてお伺いをいたします西日本豪雨では大量に排出された災害ごみが復旧の妨げとなっていると言われております 被害自治体の処理能力を超え、道路脇などに汚水に使った家具や電気,電気など、家電など、大型の災害ごみで車両の通行を妨げ、救援物資等の遅れにもつながったようです。また、本市では、竹屋敷の土砂崩れなどによる道路の寸断もありました。災害においての道路の確保についてお聞かせください。 地引町づくり課長、はいえー、災害時の、えー、道路の確保ののお,お答えを申し上げます、えー、道路の確保につきましては、えー、4メートルの道路の幅、あこれをまあ開いていくと、えー、一般的に警戒という言葉を使っておりますけれども、えー、このことについてお答えをしたいと思います。えー、平成26年の11月に改正をされました、 災害対策基本法第76条の6では災害時における車両の移動等の措置が道路管理者により実施ができるということに規定がされましたつまり車両は個人の所有物ではありますが緊急時においてはそれを取り除くことが可能となるよう法の制定をしたというところでございますそれでは地震時と 風水害といいう形でお答えをさせていただきますまずあの地震時の対応としましては、近い将来に発生が予測をされております南海トラフ地震、この発生後の道路警戒について、国、県、警察、自衛隊、建設業協会などから構成をされる高知県道路警戒計画作成兼土協議会。 これが平成29年3月に高知県道路警戒計画バージョン2を策定をしております。この計画では最大クラスの地震、津波が発生するレベル2と発生頻度が高い一定規模の地震、津波が発生するレベル1を想定し地域の防災拠点つまり助かった命をつなぐための地域ごとの拠点県内には1253十三 現在ございますまた、これ通じる道路と広域の防災拠点、これは県外からの道路の、あすみません、応援の部隊、物資を受け入れるための拠点でございます。県内には40ほどこれがございますが、これ通じる道路について、先ほど申しました道路の4メートルを確保し、警戒作業を行うということでございます。 四万十市内では災害対策のための拠点となる市役所や総合支所、救援施設である病院、診療所、避難所となる学校や集会所64箇所選定をし、そこに至るための国道県道、指導、これについて優先的に警戒を行うということを考えております。次に 風水害の時の道路警戒につきましては、四万十市地域防災計画での一般災害対策編の中で、障害物の除去計画や輸送計画、交通計画として示されております、そのうち障害物の除去計画では、災害により発生した倒壊火力 家屋や工作物の障害物を速やかに除去し、被災者の日常生活の確保をするとともに、道路交通を確保することにより、人的・物的輸送を確保することとしております、道路障害物の除去については原則として、各道路管理者が行うこととなっております、つまり国道について56号、高気化道路中村宿毛線については、国交省。 それから、三桁の国道、それから県の道路、県道については高知県、その他の分、これは四万十市道でありますので、それは四万十市がするという形になっております、さらに四万十市地域防災計画の中で、輸送計画や交通対策計画として、道路についての情報の収集、調査の点検、通行規制も関係機関と行うこと。 と示されております指導の管理者としてです、ね、災害が発生しましたら国や県などと、えー、いろんな連携、情報の収集、交換を行いますが道路の警戒を行う場合は道路の警戒の区域を定めなければなりませんしたがって早期に警戒を行うということに覚悟を努めてまいります。 今後もそういう時を想定しながら日頃から訓練をしたいと考えております。はい、山下幸子議員。はい、ありがとうございました。あのよくわかりました。あの国と県と市とであの情報をあの共有しながら、うん、あの撤去をしていくということでございますね。あの阪神大震災の時や東日本 大震災の時に全く車両が入れないところに、民間の青年たちがバイク隊を組み、救援物資を届けているのが新聞にも出ておりました。本市でも多様な面からも民間企業の郵便局、銀行消防署の赤媒体や。また趣味でオフロードなどを走っているバイク。 愛好家の人々もおられると思いますが、そういう方々と提携を結び、災害時の情報収集などに協力をお願いすべきだと思いますけれども、本氏はどのようなお考えでありますでしょうか。黒原維新防災災災課長、えー、災害時におきましして道路が被災した場合の、えーまあ 情報の取り方でありますとか、物資の予想であると思いますけれども、本人におきましては、高知県航空部隊受援計画というのをがありまして、その中で、県の西部につきましては、主に自衛隊のヘリコプター、こういったものが情報収集、あるいは物資輸送に当たることとしております。またたたこういったもののを保管するためにに本年にはですねドローンのあの を所有する企業の方々でありますとか、個人の方々と防災活用はできないかというふうなことで話し合いをさせていただきまして、その中で、秦防災ドローン協会というのを組織していただきまして、そこと四万十市でと消防、この3社で、 えー、協定を締結し、こういった災害時にも、民間の方々にもご支援いただきながら、えー、情報収集が当たれるようにというふうなことにも努めておるという状況でございます山下ゆき子議員、はい。ありがとととううございいましたた、あのー、郵便局かか銀行員さんとかそういった方なん かはあの本当に地域の隅々まで毎日毎日バイクで走りながら、あのよくご存知だと思うんですけれども、またそういうあの民間企業の方なんかとも密接に提携を結んでもっとあの幅を広く広げていこうというお考えはございませんでしょうか。川原地震防災課長、えー、現時点でで、えー、そのののの民間企業の方々のバイク運の面では、うん まだそこまでの考えには至っておりませんけれども本年ですね防災士でありますとか自主防災の方々の主催で例えば個人で重機をお持ちの方であるとかそれから行って熊本なんかでもそうだったんですけれども重機をリースして道路の警戒に当たったとかいうふうな形で地域地域でそういう取り組みをやっていたようですので。 そういったことができるように、この防災士会と畑自主防災会の共催で,ですね3トン未満であったと思いますけれども、重機のを動かすような資格を取れるような、民間の方々にですね災害時にその重機を動かして取れるような、というふうな資格取得に向けた取り組みをやっております。これも民間の 一定同業者の方に協力いただきまして、そういったふうな形で多くの方がその災害時に支援いただけるように取り組みを進めているという状況でございます。山下由子議員、はい、いろいろとありがとうございました。あの幅広くあの地域の方々も、うん、あの困らないように進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 次はあのボランティアの受け付け体制についてお聞きします。現在、本市のボランティアの受け付け場所は、社会福祉センターになっておりますが、災害の種類や規模によっては、その時の検討もあるかと思いますが、今の福祉センターは駐車場が少なく、ボランティア活動が円滑に行われるかと心配いたします。 ボランティア受付場所の見直しなどは検討できないものでしょうか、お聞かせください小松地震福祉事務所長、えー。お答えいたします <laughs> あの。ボランティアの受付体制でございますけれども、えー、議員おっしゃられてましたように、えー、現在、は四万都市地域防災計画の中で,です、ね、ボランティア活動支援計画として定められておりまして、うん、災害ボランティア本部の設置につきましては、 災,災害発生後、社会福祉センターに災害ボランティアセンターを設置をし、市社会福祉協議会を中心に日本、えー、日本赤十字社工事支部やボランティア団体等によって運営をし、災害ボランティア受付、登録は災害ボランティアセンターにおいて行うこととされております。えー、それでまあ議員ご指摘のようにです、ね、確かにまあ社会福祉センターは中車場の確保が難しいといった課題もございまして、その対応といたしまして、 近隣のです、ね、商業施設、あるいはまあ金融機関、それからまあ遊戯施設でございますけれども、そういったところに対しまして、災害時のです、ね、駐車場の貸し出しについて、貸し出しについて協力依頼をすでに行っているところでございまして、一定駐車場スペースの確保はです、ね、しているところでございます山下幸子議員、はい。ありがとうございますあの駐車場の確保 方法とかそういったのをあのいろいろやっていただいているみたいですけれども、あのー、やはりあの一番安全なのは高台でま230台くらい優位に車を停められるようなところがございましたら、やはりそちらの方もご検討いただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 次は最後の質問になりますけれども、市民生活の向上といたしまして、市のごみ袋の改善についてお伺いをいたします。これは市民の方からのご相談でありました。現在、四万十市のごみ袋は改善され、結ぶ部分がついたので、ずいぶん良くなってきていると嬉しい声も上がっている中で、少し多めに入れた場合、 破れやすくまた結ぶ部分もちぎれやすいと家族3、4人になると3日間で台の袋がいっぱいになり価格も高いのでなるべく1つの袋に詰めてしまいがちだということですまた高齢者の方にとりましたら力がないので多く入れた場合やはり結びにくいとのお声がありました 私も12年前、高松に転勤で行ったときに、ゴミ袋の使いやすさに感動した思いがあります。そのゴミ袋は、スーパーの,レジ,のレジ袋の形になっており、最後に長い方で結ぶと、ゴミのはみ出しやこぼれもなく、ゴミ出しも快適だった記憶があります。 また、ごみ収集者の方にとっても、簡単に収集しやすくなると思いますが。本市では、改良していくお考えは。ないでしょうか、お聞かせください。渡辺環境生活課長。ご質問にお答えさせていただきます。えー、っと、指定袋の袋代は。えー、っと、ごみ処理経費の一部として、市民の方に。負担 負担をいただ、いております旗6市町村で運,転運営しております、ごみ処施設の処理経費の一部に回っております、28年度の処理費用としましては、9億1000万円、重さにしてまあ 1, 1,、えー、っと1万2428トン、1キログラム当たりですと73円となります、えー、っと1袋の容量が大体5.7キログラム入るといたしまして、416円となります。えーっと ゴミ袋代が単価が高いと、一応あの聞いたりしておりますが、ゴ、ま、ミ、あ、袋にいっぱい入れたら破れる等の意見もございます。このゴミ袋の形状、それから袋の,あ袋の形状につきましては、四万十市廃棄物原料等推進会議に諮問して、答申を得た上で決めております。ゴミ袋の厚さ、引っ張り強さについても、納品ごとに専門機関で検査を受けており、 合格基準内の数値のため問題ないと考えております。ゴミ袋の大きさについては、結果的に見ても標準的な規格になっておりますので。ゴミ袋、あ、ゴミのリサイクルなど、ゴミの出し方。方法を少し工夫していただけると。現行サイズでも十分な大きさではないかと考えております。以上です。山下郁子議員、はい。それでは、あの。 改良を改良をしていくということは全然考えていないということでしょうか。和田鍋環境生活課長。えっと今のところですね考えておりません。はい、ありがとうございます。それではあの先ほどもおっしゃっておりましたけれどもあの市のゴミ袋の価格が高いということの。 あのお話ですけれども、私も回っている途中でもうよくそのお声を聞きます。今後価格の値引きなどはあるのでしょうかないのでしょうか。渡辺環境生活課長、えっとゴミ袋につきましては入札をかけておりますので、あの入札単価が下がるということがあるかどうかはちょっとわかりませんけれども、それによると思います。あ、それからまああの。 ゴミ袋60円あ今大袋では60円でございますけれどもまあこれはゴリあのゴミ処理単価とかその他を考えましての単価でございますので今のところまあその単価で言って行きたいと思います。はい、山下裕子議員はいいろいろとありがとうございましたあのやはりあの市民の方が生活をしやすいような形であのなかなかすぐには前には進まないと思いますけれどもやっぱりあの 生活向上のためにも考えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますこれで私の質問を終わります以上で山下幸子議員の質問を終わります十四時まで休憩をいたします休憩前に引き続き会議を開きます一般質問を続けます平野忠史議員 一応いただきましたので、一般質問を行いたいと思います。昨年からずっとこう考えてみます。よりもあの現実的によっね。日本列島は非常に現代あの窮地に立たされておるように思っております。えー、度重なる自然体験、これに <laughs> 見舞われまして、えー、大変な時代になっております。えー 議席となられました方々に対しまして、えー、お名護をお祈り申し上げたいと思います。またリサイクルされた皆様方に対しまして心からお名護を申し上げます。えー、質問も、えー、自然災害の関連でございまして、えー、私が議員になってからも早速と申しますかね。あの災害とともに、えー、私もあの自民会に。 なったような感じがいたしております。まあそういうふうにあの非常にあのまとめまっている地域でございまして、災害発生の多い地域でございます。えー、<coughs> さてまあ7月に襲った20本豪雨災害、各地で甚大な災害が発生いたりますで。えー 災害の本州の方では人的被害もなくですね災害も少なかったわけでございますが当我々が住んでおります富山地域においては道路災害が大いたるところで発生いたしました中でも一番大きな道路災害が発生たのは竹谷地区でございます <coughs> この地域への 同僚の山下議員とともに一日視察に参りまして各校を回ってまあおられる方に対してはいろいろお見舞い、方々激励を申し上げたつないでございます。あれからずっとあのまあ道路が 遮断されておりまして、完全が何せ1本でございます、生活に要する生活道というものは、全然、あれ、1本以外にはございません。31戸84世帯、こういった世帯がですね、大体あの、効率的状態に至っております。まあ、現代では仮設道路を通って、えーまあ、通行できますが、 あしかもあのこれは東方でございます車両ではまだ通行できておりません車両については、まあ、大体見通しが、えー、来月の,あの100キロマラソンがございますねその付近になろうかということでございます、えー、当該地域はあのこれから12キロ上流地域にございまして強、えー、いな山間地域で、えー 背後地には急峻な山がそびえ立っております。まあそういったところであの災害が本州の道路災害が発生したわけでございますが、えー、まあこれら対しましてあの現在調査も進んでおられると思います。まあ災害にはあのまあ原因というものがあの ございますのでその原因につきまして、えー、まあこれはあの県道昭和中村線でございまして、えー、県の道路でございますまあそれ直接市には実務的には関係はないかと思いますが、えー、その復旧これ今後のですね復旧の方法を見通しそういったものが分かっておればあの。 情報を得た情報からあお,お知らせをお願いいたいと思います地引き町づくり課長はいご答弁申し上げます、えー、県道の、えー、公共土木施設の災害復旧ということでございます、えー、国によります災害の、えー、査定 これがございますのでえその災害の査定の終了後にですね、えー、着手をするということになろうかと思いますまあ,あの通常、えー、その査定がありますと、えー、3年以内にまあ、復旧するということが原則となっております、えー、竹屋敷の被災箇所につきましてはその原因がまあ地滑りであるという形での申請を行うと いうように聞いておりまして現在その観測をですねするようにしておりますこの観測期間中でありますけども地山が一定程度まあ、動いたというような形になればですねその際にま申請を行うということであります現在は その観測中でございますので、工事にまあ査定にいつ入る工事にいつ着できるするかということはまだ明言できない段階であるというふうにお聞きをしております。以上です。はい、平野忠之議員。はい。まあ県道でございますので、あの直接的には県の方へ。 聞いていろいろやらなければならないわけでございますが、まあ私もあの以上の情報は得ておるわけでございます。えー、まああのあの崩れ方を見ますとあの底盤部が二十メーターぐらいや、から高さがですね八十メーター、あのそれぐらいな規模ででおる。 やはりあの長い年月の間にですね、あの山腹の、えーうん、弱い部分へまあ雨水がずっと入ってその重さそういったためにまあ地すりが発生しておられるというふうにまあ我々は見ております。えー、まあこういうねあのまあ土木工学的にもですね非常にあの。 今度、復旧するとなりますと、大変難しい施工、えー、方法を取らざるをえいんであろうと思っております。えーまあ、崩れた重量、あの量、ボリュームですね、えー、そういったものに具体的な数値が分かっておりましたら、えー、お聞かせ願いたいと思います。 今のですね、えー、被災の状況でございますけれども、えー、幅が、まあえー、20メートル、高さが、まあえー、70メートルから80メートル程度という形で見えておりますが、地、えー、滑りということなので、えー、まだ両方にです、ね、見えない部分が実はあるんだろうと。ほんでまあ、延長については、まあ 45メートル程度のです、ね、区間がまあ危ないんじゃないかというふうに今、聞いております、えー、それから、えー、そういう状況ですのでね、今の見えておるところの両サイドにまあ亀裂が山の中腹に入っておるという状況をお伺いをしております、えー、それを含めた部分での復旧をいうことで、えー、対策を考えておるそうです。<coughs> それから えー、ちょっと、えー、量についてはです、ねあのー、いくらなるというのは、今の部分だけではなくて、全体という形になりますので、それについてはまだ、あのー、答えをいただいてはおりません、以上です平野正樹議員。はいよくわかりました、えーまああのー。全体的なボリュームについてはまだ あの不明であるということでごれがまああの、まあ、完全に復旧するということであればまああのあれですかねあの災害で、えー、まあ,あやればまあ3年以内というふうなことでございますが大体現,現時点ではまだあの完全に復旧するような見通しというものは の立っておりませんかね、まあ、その辺。お聞かせ願いたいと思います。はい。地引き町づくり課長。はい、え、先ほども申しましたように。まだ山の今状況を見ておりますので。えー、いつ頃申請をして、えー、その査定を。まあ、あの、オッケーをいただけるか、まあ、その後になります。えー、従いまして、えー、現在では。えー、仮設道路をですね。えー、まあ、あ設けまして。 まあ生活、交通のまあ利便性をまあ復旧させるということに、県は取り組んでおるという状態でございます、はい、平野正志議員。<laughs> はい、よくわかりました、あの現在では、まあ、仮設道路を、まあ、通行して、急、ま、場、あ、をしのいでおるようでございます。 これも、まあ、あの仮設道がです、ね、車が通れるようになるにはあの先ほど申し上げましたように100キロマラソンが参いっております、まあ。それまでにはということで、まあ、現場あの付近はあの懸命な復旧作業になっております。えーまあ、地域のです、ねまあ、本当にあの感染が一本というような状況の中で31世代84名 こういった方々はです、ね、あの非常にあの不自由なあ生活を期しております、えー、こういった災害がです、ね、私もあの経験がございますが国ここの439号これも復旧に完全復旧までに3年3年かかりましたまあその間は、まあ、片側通行には途中からなりましたけれども焼いたを打って片側候補というような形で。 方を通らせてもらったわけでございますが、まああの、前段はやっぱり、ね、大変あの生活に不自由をきたしたわけでございます。えー、まあ、あの関連の,あの復旧の見通しもまだ立ってないということでございます。えー、大体まあ 4, 年は まあ係りはしないかというふうな話もまあされておられます。えー、ところね、えー、この路線ですね、現在の仮設の方がついておりますが、えー、仮設のここはまあ凶威な地域でございますので、えー、まあ災害復旧というようなふうな形でやられておりますが、架、え、橋、ー、それから あの現在、架橋工事もやっております、災害の道路、2車線ですか、1.5車線ですか、まあ、4メーターぐらいな道路も続いておられるわけですが、あのまあ、橋梁がまだかかっておりませんので、東方寺地下、それから北方、大口へです、ね、えは、あのえー 利解世帯がある地域には行け、ええー、到達いたしておりません。まあ、そうね、その、当然ですね、もう、将来的に、この。路線についてはですね。えー、また、山替え、道路をつけて、参りますと。今後、まあ。<coughs> 将来的に。えー、出て、きております、あの。南海トラフ。 自身こういった時にもまあまたこれは誰しもあの言えるわけではございませんがまたあの崩壊するようなあ恐れがあるのではないかというふうに考えておりますどうでまあ復旧するという形であれば仮設農廊ですね、えー、本店にして そして、まあ、あの安全に、これまで以上に安全にです、ね、通行できる、このような状況になっはまあが望ましいというふうに考えておられますが、その辺その点につきまして、市長、どのようにお考えでございますかね。地引町づくり課長。<laughs> お答え申し上げます、えー、仮設道路でございますけれども、まあ、橋梁が2本かかるように今、計画をしております、えー。この橋梁につきましては、道路は当然、道路も含めてですけれども、通常の生活には支障がないような形に、えーまあ、設計をされるということでございます。えー、現地の方では、まあ、短い 区間でありますけれども、部分的にはです、ね、現在まで1本しかなかった県道が2本という形になりますので、機能の向上は図られるというふうに考えております。しかし、災害復旧事業ということでございますので、どうしても仮設に設けた橋梁と道路ということに設計がなっております。また地形者 それから河川管理者との十分な協力がまあ必要であるということでございます。えー、仮設道路協力、まあ、はです、ね、長期的な使用を考慮したものではございません。えーまあ、数年前、伊佐原地区でも国道の439号、ここで地滑りが発生しまして、同じように対岸に仮設道路ができました。 しかしながら、えー、この橋梁に、仮設道路につきましても、えー、復旧が完成した後やはり取り除きをしております。えー、仮設道路を、えーまあ、道路を、えー、あくまでもこれは仮設の構造物でありますので、えー、災害復旧にの後ですね、えー、そのまま、 残すということについては、えー、現実的には難しいというふうにまあ考えております。以上です。平野忠次議員はいあのまあ私もあの現実的には、ね、なかなか難しいんではないかと思います。まあやはりあの。 えまあ、地域のですね。まあ,あ方があ。いろいろ話すにはですね。まあ、こういった方向が望ましいというふうに考えておられるようでございます。私も、えー、できればできればそういうふうになれば。対外 <coughs> でございます。まあ、今後市におかれましても、そういったことにつきまして。 えまあそういった運動がですね起こればまあ適度まあ積極的にですね、えー、これを推奨するというふうなことをしていただければと思っております。まあ当該対外に対しましてとことくに対しましてはまあ迅速なですね、えー、対応をしていただきまして、えー、大変地域も感謝をいたしております。どうもありがとうございました。えー、続きましてこれも 災害関係でございますが、これは私は2回目の質問になろうかと思いますが、これも西富山地域の災害でございます、林道中村大乗船の災害復旧でございますが、これのまあ完全復旧もそろそろ目に見えてきておると思いますが、この具体的な 時期につきましてお聞き願いたいとお答え願いたいと思います。篠田農林水産課長、はい、えー、お答えします。えー、林道中村大島町の災害復旧の復旧の具体的な時期というご質問でございます。えー、この工事でございますけれどもお、気候測量を行いまして、その結果を踏ま,踏まえまして、国県との協議の 日数も一定必要であった、そういったことや、天候不順によりまして、若干工程に遅れが出ているというのが現状でございます。完成時期としましては、遅くとも平成30年度末までには、完成をしていきたいというふうに考えております、はい、平野正樹議員。30年30 はい30年秋までの復旧ということでございますので了承いたしましたこれに関連ですねあのあの一つあの前からあの私も気になって問題を提起して一般質問だた記憶もございますがあのこれはあの市が最終的にはまああの 受け取って県が工事をやって市が体質的に受け取って、えーまあ、運用開始しておるところでございましてもともとはです、ね、林野町がやっておられましたあの大規模林道というようなところそこの延長線上にあった路線でございます。い、まあ、いろいろ国の方の施策 そういったものの変更等もございまして現代に至っておるわけでございますが、えー、ああいったあのずっとまあ改良してきて改良した後がですねあの、まあ、5年以内に本度が来ておるというようなところは大変あの私はあの珍しいんじゃないかと思います、まあ、そういったことであのやはりあの最終的に受け取る側はですね 改良工事が施工されましたら、それを即、即受け取るんではなくて、一定の期間ですね、そ、まあ、ういった期間的なものを見る意味でも、またそういった期間的なものを見る形で引き渡すこういうふうなことにならないかというふうに思うわけでございますが、そこら辺りはどのような協議をされておられるか。 担当課の方にお聞き願いたいと思います篠田農林水産課長。えっと、あの引き取りの協議でございますけれども、平成29年の9月議会で、議員の方からもご指摘を受けて、それ以降、ですね高知県との協議も行ってまいった結果がご,、ま、ございます。この事業が、えー 市が林道開設工事の県営施工願いを提出しまして、県に工事代行をお願いしている事業でございまして、県の要項では完成後速やかに移管を行うと、こういうふうに規定されているところでございます。この要項をもとに、協定書の締結があるわけでございますけれども、この協定書の中で、 完成を確認してから10日以内の引き渡しとこういったことが協定の中にございますことから現行制度上では一定期間おいての引渡しは困難であるということが回答をそういった回答を受けておりますただ今後につきましてはこのこういった事業を実施している他の市町村も県内にもあるということでございますので 情報交換を行いまして、引き続き県とは協議をしてまいりたいというふうに考えております平野忠志議員、はいえーとずず。ずっと県と協議をやってこられたあということでございますので、了解でございますが、えー、ぜひともですね、こういった。あのー まあ内容のおとお路線につきましては、すべてがです、ね、そういうふうな形で、猶予期間を持った形での受け取りというような状況になるように、ご協議をお願いいたしたいと思います。えーまああの 台風や、それから、まあ、地震が来れば、あ。すぐに、まあ、土砂崩れ、えー、大状災害が発生する。まあ、高知県の、まあ、山間地域はですね、もまあ。ハザードマップを見たら、わかります。もう、真っ赤でございます。これがたまるか言うば、真っ赤でございます。まあ、そういうところでございますので。まあ、地域は、まあ、そういうことがあれば、あの、大変でございます。 まあ、一日も早く、あの災害、あの復旧というのは、誰しも望むものでございます。地域の意見や要望をですね、今後も、えー。しっかりと受け止めまして、そのご要望に応えるよう。当局には、大変。お世話にはなりますが、よろしくお願いを申し上げたいと思います。えー、続いて、三番目でございます。 学校再編成につきましては、まあ、市長と教育長に尋ねいたしたいと思います。えー、教員の方では、各地域に入って、教員の行方や地域の意見を聞き、対応を進まれておられるわけですが、 えまあここにえ記載しているといの通りのとおり、っと分かっている範囲で、お答えをお願いしたいと思います。えー、まあ各地の状況と申しまげたど,どこの地域がどこであるということは、なかなかまあできれば、そういうふうにお答え願いたいわけでございますが、これはあの難しければ、教議が感じる総括的な ところで結婚でございますので、えー、お答えをお願いしたいと思います。えー、まずあの実、えー、実際出ているですね影響のあるまあ生徒さんですね、児童生徒のあの気持ちそういったものはどのように教育委員会は捉えておられるかお答え願いたいと思います。豊橋教育長はいえっ、ー、とお答えをいたします。 えーえー、児童・生徒といいましょうか、あの現段階で、えー、中学校の再編を、まあ、優先的に行っておりますが、目標年度最短で平成33年4月としております。えー、そのとき、中学校1年生から3年生にあたるのが、まあ、現在の小学校の4年生から6年生までということでございますが、まあ、いわゆる、まあ、未体験で、未知な世界の判断というのは、まあ、小学生には難しいだろうと。 いうことで、まあ、説明会の中でもその意見はあったんですが、まあ、子どもの意見を聞きたいといった場合には、子どもの意見を、えー、各ご家庭で聞いて、えー、それを参考にしながら、保護者の責任において回答してほしいということを、まあ、お願いしてまいりましたので、えー、今から言う保護者の 直接的な子どもの意見というんじゃなくて、保護者の意見を伺う中で、子どもの意見を踏まえるという形で、私どもは受け取っております。で、まずですね、中村地域の13の小学校区で、畜説明会を2回行って、保護者や地域の方の意見を伺っております。去年の11月から今年の2月まで、1回目の説明会では、学校再編検討委員会の答申書をもとに、 教育委員会で協議し、去年の11月8日に策定をしました第2期の再編計画案につきまして説明をしました。今年の5月から7月にかけて行いました2回目では、新しい学習指導要領の内容にも触れながら、 今、そして、これからに求められる学校教育、授業などに触れながら、学校再編の必要性、まあ、特に中学校の再編について説明をしまして、保護者や地域の皆さんに理解を求めるとともに、ご質問やご意見等を伺いました。そして、7月には、中村地域13の小学校1年生から6年生までの全保護者に対して、アンケート調査を行いました。アンケート内容としては、再編についての賛否、その理由、 それから配置計画案についての賛否、その理由が主なものでございます。説明会に参加できなかった保護者の方もいらっしゃいますが、アンケートでは、対象家庭の74%から回答をいただいておりますので、アンケート結果が現在の保護者の意向を反映しているものと考えております。そのののの保護者の結果ををじて言いいまますとと中中村地域の中学校の再編が必要またはやむを得ないと 回答した保護者が82でありますその理由としては、少子化がこれからも進むと、多様な人間関係が生まれる環境の確保が必要である、から少人数学校では、授業等に支障や問題が生じるといった意見の選択が多数でありました。これは、これまでの説明会や広報等の周知によりまして、再編の必要性について一定の理解をいただいた結果ではないかというふうに思っております。 一方、再編が不要という意見もございました、その理由としては、通学の問題や生徒間のトラブルの発生を心配する意見が多く、続いて、地域には中学校が必要という意見が多く選択されておりました。また配置計画案については全体の61が 賛成と過半数を超えておりましたが、現在の中村地域を2つの中学校とするところに一定数の賛成を得たものの、再編には賛成だけども、配置計画には反対といった意見が一定あるというふうに読み取っております。 平野、えっと、次の問いで、えー、あち、えー、地,地域の意向、すまない、地域の意向よろしく、はい、徳ろ教育長、はいえー。続いて地域についての意向につきましてはですね。うん 再編元となる地域では、再編に反対の意見はございませんでしたが、再編先となる地域では、1回目の説明会においては、学校を残してほしいとか、学校がなくなると地域がさびれるという意見が大半でございました。2回の説明会を行う中で、今後の児童・生徒数の推移や、小規模校の問題、今、そしてこれからに求められる教育等をご理解いただき、まあ、再編をやむを得ないとの、 意見が大きくなってきておりますがまあ一部の地域一部の校区では学校の存続や近隣等との、えー、再編を望む声があるというのが現状でございます以上です、はい、平野忠史議員 <laughs> はいよくわかりました、うん、やはりあのおまあ保護者の方は、まあ これはあのやむを得なかろうというような考え方が態勢態態勢であったというふうなあのお答えでございます。やはりあのまあ地域ではですねあのまあ地域から学校がなくなるということにこちゅ言いますかあのもちろんたらするわけでございます。まあやはりあの学校がなくなれば寂しい。 えー、というのはあの、必要でございます、えー。そういったこともお十分に、えー、考えていただきまして、今後、対応にあたられたいと思います。まあ、これ、あれでございましょうかね、あのえーまあ、こういったあの調査結果を踏まえて、えー、脅威としては、あのこの答申通り、えー 平成33年度ですか、もう目標に、まあ、あのやられるというような内容になっておると思いますが、えー、そこら辺りについて、今後の、えー、教育の方向、そういったものを受け止いたと思いまころ広教育長、えー。お答えをします。 え先ほどまあアンケート結果を申し上げましたが、最も尊重すべき子どもを持つ保護者の8割以上が再編を必要、またはやむを得ないというふうに回答しまして、過半数を超える6割以上が現配置計画案に賛成という結果は、その思いに多数の方のご理解をいただいていると思って、実施に向けて進めていく必要があるとは考えております。今後ののことととでごございまますがが市全体とか小学校区ごとのアンケート結果も踏まえながら このの10月よりり3回目の説明会を予定をしております、まあ、賛成いただいている地域では、よりまあ具体的な話を進めていきたいというふうに思っておりますし、再編に反対が多い地域や、違う枠組みでの再編を望む地域につきましては、アンケートの分析結果や、他地域の意向を説明しながら、丁寧にまあ協議を進めてまいりたいというふうに考えております。 また、今現在です、ね、事務局でも教育委員の中でもです、ね、検討をしておりますが、まあ、3巡目の説明会とかで出てきた意見や、まあ、今回の保護者アンケートも踏まえて、保護者の反応とか理解度を見ながら、そしてまた地域住民からの一定の理解を得られたことを確認しながらです、ね、計画を実行に移していくというふうな形で進めてまいりたいということを考えております。以上です 平野正議員。大体、教育委員会としての方向性はよく分かりました。地域の権を踏んで、個々、実実に当たって、個々、実実に判断していきたいということでございます市長におかれましては、この件につきまして、どうお考えでございます。中浦市長 先ほど教育委員会から保護者アンケートの結果の話がありましたが賛成が8割また現計画に6割以上の方が賛成という数字は大きいと思いますやはりこういった民意を踏まえましてこれからの四万十市の将来を担う子どもたちのより良い教育環境を構築するためには学校再編は必要であると考えておりますただ地域に学校を残してほしいという 思いは十二分に理解できますし、一気に小中学校をなくすことにつきましては、地域の影響が大きいと思われます。そういったことからも、教育委員会へは、小学校は当分の間、存続させるなどの配慮をお願いしているところでございます。一つに、西都派地域では、昭和52年に中学校6校を統合いたしました。私は当時あの,こっちあの 人派にいませんでしたのでどういう経過でそうなったか存続わからないわけですけれども当時はあの道路なんかについてもほとんど2車線はなかったと特に桶屋内の,あのお子さんたちについては量を作ってそこの量の中に入ってそして統合をしたとよく統合ができたもんだなという思いはあるわけですけれども。 ただ、小学校につきましては、ご存知のように、平成24年度に右翼、結節を経て、一つになった経過がございます。やはり、まずはそのためにも、どうしてもあの中学校を優先をし、小学校の具体的な再編年次は定めないという、現在の方針で進められておりますので、その案を支持したいと思っております。また同時に、これから再編計画を進める中で、 例えば、いろいろな要望等々が出てくると思いますけれども、それにつきましては、市として可能な限りありできるものについては、答えていった中であの、教育委員会と一緒に地元の方々の理解を得る必要があるのではないかなと思っております平野正志議員。はい、市長のもう非常にあの もうこの問題に対し,しては、えー、地域の意向を踏まえて、えーまあ、あの最終的にはあ統合というような形に理解を得たいということで、えー、了解をいたしました。今、え、日、ーまあ、におかれましては、まあ、今から大変な作業になろうかと思われますが、まあ、あの私に望むところは不すね、まあ、とあ思わとあの。 同意が得られないところについては、不敬と、もう少しあのあの面談をですねあの、話し合いをよくやって、えーまあ、理解を得られるような形でやっていただきたいいと思います <laughs> 以上で、えー、学校再編成については終わります。 えとあと、四番、観光行政で、えー、ございます。えー、まあ、玄関ではですね、幕末維新、新においては、あ、戸田の状況と、五百五十年代。えー、共同資料館の会長と、会、完了いたしまして、えー。諸々の、学校、じゃ、なくて、観光関連の、えー、イベントが、催され、ております。 まあこれら、大々的に宣伝して、地域の活性化、い島の土地の発展に寄与しておられることは大変結構でございます。そこで、近隣のです、ね、観光施設、もっと目をつけて入り込む客もです、ね、これはまあちょっと <laughs> 私が思う,うわけでございますが、入り込んでおるお客さんを島万へ。 ずっと誘ってくる、誘引してもらいたいというのが、ちょっとの私のお考えでございます。まあそこで、あの、えー、近隣の観光施設で、ねえー、北番にございます、えー、海洋洞のホビー館ン、カッパ館、この二館の観光施設。 これにつきまして、大変人気があって、入り込み客が多いわけでございますが、これの入り込み客につきまして、どのように市は把握されておりますか、ご説明を伺いたいとお答えいたします。 ホビック間の入管者でございますが、直近の三カ年の状況について申しますと、平成二十七年度が四万八千三百九十二名、二十八年度が四万三千九百五名、二十九年度二万八千七百二十三名となっております。また、カッパ間の入管者数でございますが、 平成27年度が2万5687名、28年度が2万1385名、平成29年度が1万4000、とびとび2名と伺っております。こうした収穫力のある施設とともに、ね、好意的に連携するようにして、これまで以上に本市への誘客を行っていきたいと思っております。 平野忠史議員 <laughs>、はい、私もあの、まあ、あの聞く限りは、まあ、自分もデータをということであの、うん、検索したわけでございますが、えー、あそこはあの、ホビー間のあたり、ほ方はあの30万人を突破というのがあの平成27年4月に突破。 パーれております。これもあの高知県の観光政策課のあのデータでわかります。入り込み客の動態調査というもので分かっております。ただあの最近のデータがなかったわけでございますが、だいたい四万人四万八千ですから四四万人台を割らないような状況で推移しているようでございます。 えーまあ、非常にあの人気の高い施設でありましてとりわけ、えー、夏休みこの期間はですね入り込み客が大変多いわけでございます、えー、で、私もあの近くでございますんで、えー、私の家,家から40分ぐらいで行けますので行っていろいろ見ますとどうも四万十市のあの パンフレットとかですね、そういったものがあ,のあまりなくですね、えー、これはもう少しあの四万十市の観光パンフレット、そういったものをそこへ、えー、あの受付がございますが、そこでいっぱいあのパンフレット類がございますが、そこへ置かせていただいて、えー、この入り込み客をですね、もっとあの四万十市もこういうものがあります。 もちろん七と十何もあるそれからあ、えーえー、550年生もやってるいろいろなイベント行事がございますよということで、えー、よりですね七たちを、あのー、その入り込み客観光客の方にアピールして、えーまあ、これが、あのー、直近の今言った直近の距離で来ればですね 50分であの島根都市来栄、えー、来れます。これはまあだい半半日ぐらいなあの日程さえあれば来れるわけでございますので、こういうふうに、えー、せっかくまあホビー館カッパ館あたりへ観光客が来ておって、それがあのまあ地形的にですねあの国の381号これを経て またあの高知の方へあへ帰っておる、それから松山の方に、えーえー、帰っておる <laughs>、まあ、そういう状況でございますので、それをより四万都市をです、ね、アピールして、四万都市の方に誘引して、もう少し環境価格を増やす、こういう,う、まあ、施策を。 やられてはと思われるわけでございますので、その点、あの、お考えはいかがでございましょうか。担当課長。朝比奈観光商工課長。はい、お答えいたします。えー、あの、議員ご指摘の通りですね、あの、ホビー館、カッパ館。への、お、四万十市の、まあ、パンフレット等々は、えー。調べる限り、あまり多くはないというふうな状況でございます。 あの今後、2箇所の施設と、まあ、あの連携をいたしまして、そのまずは四万十市のパンフレットを、まあ、2施設に置いていただけるように、えー、もうちょっと充実できるようにです、ね、働きかけをしていきたいと思っております。えー、とまたあの、可能でありましたら、あー2施設ーと連携をしまして、 えー、市の PR なんかがそこのに設定できたらあ,ありがたいなというふうに検討しております。以上です。平野忠次議員。ぜひともあのこの、うん、まああのあそこへ来る観光客に対しましてまあチカンタウスをもう、えー、より以前よりもですねより 強くあのアピールをしていただきたいと思います。まあ何てくればですね、50分もあればこれ島のシマンでこれますあの迂回すればだいぶあの今はあの道の関係であのわあるございますけれども、えー、まああのうん直近の道もですねあのまああの広い道ではございませんが時間的にはそういった時間で。 両端は改良いいますか、極部改良も進んで,です、ねえー、年々よくなっておりますので、そういうところへ力を入れていただきたいと思っております。えーっとえー、っと次にの、うん ワイヘイ環境の整備でございますこれはあの私はあの、えー、ちょっと、うん、防災のほうでお聞きしようかと思いましたけれども、まあ、観光のほうでも、えー、以前の観光か課長ですか今はおりませんが、山本課長が、Wi−Fi、えー、イイについては、今後もずっと整備して、拡充していきたいというようなあのご答弁があったと思われますが、えー、この Wi−Fi がですね、あの現代あの、まあ、こ,この辺の公共施設、それから、えー、近隣に、主だった、まあ、あの観光施設、そういったところにはあのどれくらい入っておられるか、それについて、お聞かせをお願いしたいと思います浅井な観光商工課長、はい。お答えいたします。えー 主だった施設と主要観光施設の w i f i の整備状況ということでございますが四万十市の施設ということで、えー、市役所本庁舎や支所、えー、中央公民館また文化センター、市民病院、日立診療所などは、えー、w i f i は整備されておりませんけれども、郷土資料館については、えー、リニューアルに伴い整備をされておりますまた、えー、主要観光施設ということでございますが 市の保有する施設について申し上げますと、えー、道の駅よって西土佐、えー、ホテルセラシ四万十、カヌー館、四万十学舎、瓦っ子、四万十川学友館、四万十しの里などは、Wi−Fi を整備しております、えー、民間でございますと、物産館サンリバーシマント、えー、土佐黒潮鉄道中村駅などで、えー、整備を行っております。 また、民間の宿泊施設におきましては、えー、旅館組合を事業したいとしまして、えー、市の三振補助金を活用して、これまでに8事業者が整備を行っております。以上でございます。平野忠 市の施設については、まあ、かなり入っておられるようですが民間の方もです、ね、かなりあられるようですが、まあ、まだあのコンビニエンスストアとかです、ね、そういったあた,あたりも、うんあのまあ、今後入ってこられるんじゃないかと思いますが、まあ、これにあの女性事業がございますんで、まあ、そういった事業を使って、えー ええまあその事業であの拡大して下場と私は考えております。まああの今大抵みんなスマホを使っておりますのであまり不自由はしないかなと思われるんですがまあどこに行ってもですね、公衆通信施設のワイファイが完備されておればあのいつもタブレット ワイヤを利用しての、まあ、情報収集、そういったものができますので、とりわけ、えーまあ、観光の方でやられたのは、まあ、あのそういった今後、整備をするということと、それから、えーえー、外国のお客さんにですね、好、ま、評、あ、があるというようなこともあって。 いうういい関係でございます、まあ、どこの,あの施設においても、同じようにあの、機器が使用できて、非常にあの便利なものでございますので、今後も復旧宣伝にはです、ね、努められたいと思っております、えーと。残り時間がなくなりましたので、えー、これで私の一般質問を終了いたします。どううもありがとうございました 以上で平野忠史議員の質問を終わりますこの際15時10分まで休憩をいたします休憩以前に引き続き会議を開きます一般質問を続けます柿内貴文議員 木内貴文でございますただいま議長のお許しをいただきましたので通告に従いまして質問をさせていただきます執行部の皆さん、えー、誠意あるご答弁をよろしくお願いをいたします、えー、まず、えー、一丁神社左側の本町通り一丁目石積みの洋壁の崩落の危険性についてお伺いをいたします、えー、まず 一神社境内の摂末者の一つである天神社の基礎擁壁である石垣の崩落の危険性についてご質問をいたします、えー、本年は土佐の小京都中村550年祭の開催年で3月10日に一条神社境内におきましてオープニングセレモニーが取り行われましたまた4月5日には オープニングイベントといたしまして、たきの関白一条のりさを上演、多くの市民の皆様に鑑賞をしていただきました、境内には50年前に開催されました、中村開封500年および国鉄中村線開業記念碑が設置をされております、境内の案内板には、旧社格損者、 祭神少嘉彦の御事菅原道真公例祭は5月5日観光祭7月20日には夏祭り旧9月25日には秋祭り由緒は土佐一条氏が京都五条天神を天神山現市役所でございますけれども 感情したものと伝えられ、後に半世時代、山内市の数辺厚く菅原水谷港、合災、1954年、昭和29年3月31日、当時の中村町、下田町の2町と旧村により合併し、中村市が発足、旧中村市新庁舎建設に伴い、昭和28年、天神山より、 現在地へ移転昭和48年、社前全面、えー、改改築、御歳人少ない日の見事は国づくり、病気、併優の神様として、観光は学校の学問の神様として、広く市民の数軒を集めております。なお、観光祭には子どもみこし、 夏祭りには子ども相撲、手踊り、秋祭りには大人みこしのご神仰で大いににぎわっておりますと表記をされております。宇治子地区は上小松町、古松町、町藤小町御町1丁目2丁目、天神橋、栄町、一通り、京町、中下北、新町、大橋通り4丁目から7丁目となっております。 その天神社の基礎部分を支える西側本町一丁目筋の石垣が崩落の危険に陥っていることは近隣の区長を通じ危機及んでいることと思います天神社が鎮座する一条神社は本市中心部小森山の山上の一条市御所跡に鎮座をする土佐一条市の諸精神と一族を祀る神社でございます 現在の社殿地には戦国時代に当時を支配し中村市街地の基礎を築いた土佐一条市の中村御所,の御所があったと言われしかし一条市の滅亡後は御所は荒廃しその後に1607年慶長12年一条市維新により歴代当主の霊を祀る祠が建てられたのが社の起源となるそうでございます。 その後1862年土佐藩の幡郡奉行らにより幡郡総鎮守として社殿が造営され一条神社として改めて建立され現在の本殿は1940年昭和19年の建立であるそうでございます一条神社中村御所跡は昭和41年3月8日に 市のの指指定定文化財の指定を受けておりま四万十市民にとっては、一条さんと親しまで土佐の小京都といわれて久しい本市ではございますが、過去の洪水、南海地震等の災害により、小京都にふさわしい建物がほとんどなく、唯一小京都の名残の一条旬であります。その石垣が崩落の危険をはらみ、 危険性をはらんでおります。ご承知のように、長野島跡の小森山は、休憩車死崩壊危険箇所であり、高知県が平成19年11月に土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域に指定しております。本町1丁目の通りには 中中中村村小中学学学学校校へののの通通路路ででももあありり高校の学生さんの通学路でもありますまた、市街地に唯一に存在する食料品スーパーへつながる通りとして、多くの市民の皆様方が通行されておりますことは、ご承知のとおりであります。また、隣接地には民家も存立し、崩落の危険性にさらされております。 このことについて、本市としてどう対処していくのか、まず市長のご所見をご聞きをいたします中平市長 <laughs>、えー。この一条神社につきましては、議員が申されましたように、1862年、有志により設立をされ、まあ、市民の皆様の多くに愛され、現在に至る史跡であります。また東側には国道439号、 西側には、新道本町線が南北に通り、天神橋一条通りの商店街も近くにありまして、四万十市の中心部である市街地の要となる重要な施設であります。議員より質問のありました基礎擁壁,壁上部の石積みについてですが、議員のご説明の内容につきまして、十分理解をしております。 本市といたしましても、崩落の危険性があるのではないかということから、以前より関係機関との情報交換をしておりますので、担当課長の方よりご答弁を申し上げます。千引町づくり課長、はい。失礼しましまた。高文議員。えー ただいま市長からご所見をいただきまして、非常には危険性についてはです、ねえー、十分認識されているということでございますけれども、えー、それではです、ねえー、これのこの危険性の排除について、えー、お聞きをしたいと思います。地引き町づくり課長 はい、答弁を申し上げます。え、まず、あの土木の事業としてまあ、対策が行えるかということの答弁をいたします。え、一条純のあすいません。一条神社の西側の洋壁え、それから上にあります。石積みでございますけれども、指導本町線に面しておりますが、えずいぶん古い構造物で。 ございます道路区域内の施設とはなっておりません、民地側の構造物と現在判断をしております。従いまして、道路として行政が施工するということについては、現況では困難であるというふうに現在考えております。また、道路事業以外でございますけれども、市が事業主体となっております 県の補助事業活用、崖崩れ住家防災対策事業というものがありますが、採択要件がございまして、自然崖でかつ5メートル以上、また勾配30度以上を超えるものとなっております。まあ、あの県のの担当者とです、ね、現地を調査した結果株の 洋壁これについては、えー、自然崖には、まあ、見なされないということでございます、また、擁、えー、壁より上部にあります、えー、石垣についてはです、ねまあ、自然崖と見なすことは可能であろうということでございますけれども、えー、高さが5メートル未満ということでございますので、まあ、採択要件を満たさないという結果をいただいております。 それ以外に考えられる事業としましては、一条神社が周辺がです、ね、高知県による休憩者の休憩車地の崩壊による災害の防止法に関する法律、これで定めます、休憩者地崩壊期限区域に指定をされておりますので、この場合は県が事業主体となるものでございますが、この休憩者地対策事業の実施が考えられないかと。 いいうことでございます、えー、崖崩れ、住家防災対策事業、同様に採択要件がございまして、えー、その採択要件の中で、えー、前段に出てまいります、えー、まず、うん、自然崖というような表現がありますが、えー、これについて、な、ま、ん、あ、とかならないかという協議は重ねてまいりましたが、 やはり採択は不可能であるという回答をいただいたところでございます、えー、以上のことから、えー、現在では、えー、高知県の土木、えー、所管それから島の都市町づくりか所管の事業としての、えー、土木事業ということの実施は困難であると考えております柿内貴文議員まあいろいろとあの自備課長もですね、えー、県の方に 問い合わせをしてまた現地にも、えー、県の職員と同時に、えー、同席してです、ねえー、現地の確認をしていただいたというふうにお聞きをしております、えーまあ、その上ででございますけれども毎年のように全国で豪雨災害が発生しております本年も7月上旬に発生した西日本豪雨災害これによりまして、えー、岡山県広島県、えー、愛媛県また 本県西南地域でも水害による土砂災害が発生したことは記憶に新しいことと思います通学路の危険対策、指導維持、文化財保護地震防災対策等の観点から早急に対策を講じなければならないと考えております市民の生命財産を守ることが このことこそが市民、市長、自治体職員の最大の職務と考えます、再度、危険防止対策についてお聞きをいたしますビ、はいえー町まちづくり課長。先ほども申しましたように、えー、残念ながら土木の事業としてはです、ね、現在は取り扱いが難しいということで、ご理解を賜りたいと思います。 竹内貴文議員、えー、この市長写真で、えー、ございます。それから、まあ、これも、まあ見たことございます,かいすか。あのこの写真はですね、本市図書館所蔵のもので、大正19年。 のに一応神社三道不審工事のの模様の写真であります、えー、当時、中村町民総出のです、ね、不審工事であったと伺っております。えー、当時より一葉神社はこの町に住む住民にとって氏神様として大切に守り後世に引き継いできた経緯がございます。えー、市指定文化財でもある一葉神社経済の一部であることから、 本市としても関わりが必然でございます私は、当社の小京都に生まれ育った者として、一条神社および天神社をいかに守り、後世に引き継いでいくか、このことが重要であると考えております。私は、業種を指導でできないというのであれば、何らかの形の措置が講じてでもです、ね、この石垣の崩壊について、対策を出る必要があると考えておりますが。 えー、この指定文化財という観点からですね、えー、何らかの形の対策があるかお聞きをしたいと思います小松障害学習課長はい、お答えをいたします現地は四万都市指定文化財の史跡中村御所跡の範囲に含まれていますがこの文化財の指定は地中に残存する可能性がある 市,城市に関係する御所関連遺跡を指定をしております。したがって地上にあります社殿や石積み、家屋等は文化財としての指定を、えー、しておりません。このため、文化財保護での対策は難しいというふうに考えておりますす以上です柿内貴文議員、まあ。行政市場でですね。 この石積みの崩落の危険性を除去することはできないというふうなご答弁でございます。それであればです、ね、なんらかの形でこれを対策を練っていく、地を出していく、そういった面ではです、ね、私、一つの提案として、例えばクラウドファンディングを使うだとか、それからふるさと納税、これの企業版のふるさと納税も含めてでございますけれども、 私の調べで、まあ、28年度末のです、ねえー、ふるさと納税の寄付の残高が約9800万、まあ、約1億でございますけれども、これの活用ができないものか、これちょっとご提案させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか田野企画広報課長、はいあのー。ふるさと納税を活用した えー、改修支援というご質問がありましたので、私の方からご答弁させております。えーまあ、先ほど、あの町立課長、生涯学習課長、申し上げましたとおり、えー、当該施設につきましては、えー、災害危険防止、あるいは、えー、文化財保護の観点からの、えー、公的な支援が、えー、難しい状況でございます。えー、また当該施設がやはり神社の所有物と いうことがございまして、どうしても政教分離というところを考慮して、政教分離に違反するというところから、まず結論を申し上げますと、ふるさと応援寄付金、これも公的な資金でございます。先ほど議員から残高 のご質問もありましたが、市が保有するふるさと応援基金を財源とした公的な資金、あるいは仕組みとしましては、自治体が主体となって行うガバメントクラウドファンディングという仕組みもあります、また質問にもありました、企業版のふるさと納税の仕組みもあります。ただいずれれもこれは全て自治体が公的資金を持って で支援するという形に変わりはございませんので、何度も申し上げますが政教分離の観点からこれは難しいと考えております。まあ、ただあのそうは言いましても小京と中村優一のシンボルということで市民に愛された施設でございます。でまあ一つの方法としましては通常のクラウドファンディングの手法がございます。最近ではあの中村商工会議所さん。 フが、ふわ八幡宮大祭で、神様の結婚式の PR のために漫画本を策定しましたが、その時に、このクラウドファンディングの手法を活用しておりますで。この際、市としましても、ふるさと応援団員でありますとか、そういったところへ積極的に情報発信をさせていただいて、寄付の獲得に向けたご協力は させていただいたただところでございます、えー、ですから、あのー、神社関係者の皆様、あるいは商工、観光、そういった団体の皆様、そういった関係者の方でご協議いただきまして、ですね、えー、クラウドファンディングを使った寄付の募集をするということであれば、ですね市、えー、としましても、えー、掲載のサイト等もございます、そういったサイトへの掲載の手続きでありますとか、あるいはまあ先ほど申し上げました、ふるさと応援団員への情報発信、えー、あらゆる えー、そういったご協力はさせていただきたいと思いますので、ご理解お願いいたします柿貴文議員、えーまああの。行政指導で、まあ、できないということで、えー、ございます。で今、他の田野課長の方から、えー、ご提案がありましたように。えー、これはの まあ、神社を含めたこの史跡われですね、四、え、万、ー、市民にとっても大変重要な施設でございます、県、えー、ま,あ、県またあの市、それからあの市民一丸となってです、ねえー、この今の危険性の除去というものに取り組んでいかなくてはならない、まあ、先ほど田中市もご答弁ありましたけれども、四万と出身者、それからあの島とがファン、 それからふるさと応援の皆さん、こういった方々と一緒になって、ですね、オール四万十というような形で、この小京都、中村の唯一のシンボルであります、一条神社および天神社のあるこの本市、史跡である中村御所、あとを改修していく、こういった方向で進んでいかなくてはならないなというふうに思っております。まあ、あの、 私の今日の質問によりまして、この危険性というものについて、ですね市民の皆さん方も認識いただければ非常にありがたいなというふうに思います。また、あの次の機会にこの問題、角度を変えてですね質問ができれば、またお願いしたいというふうに思います。<coughs> 本市福祉事業計画についてでございます平成28年4月に内閣府防災担当より福祉避難所の確保運営のガイドラインが発表されました東日本大震災では犠牲者の過半数を高齢者が占めまた障害者の犠牲者の割合についても 被災住民全体のそれと比較して2倍程度に上がったと言われております。高齢者や障害を持った方々など、特別の配慮が求められる方々にとっては、直接の被害だけでなく、唐揚しも生活環境が十分に整備されたとは言えない避難所で長く生活することを余儀なくされた結果として、健康を害し、 復旧・復興に向けての生活再建ファーズへの移行に困難を生じているケースが多く見られると言われております平成25年8月に策定されました、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針、および福祉避難所の確保・運営のガイドラインの活用を通じ、地方公共団体や関係機関の福祉避難所に対する理解が進み、確保・運営が推進され、 災害時に配慮を要する被災者へのより良い対応が実現することが期待されておりますまた平時の取り組みなくして災害時の緊急対応を行うことは不可能であるとの認識に達し福祉避難所についても市町村を中心として平時から取り組むべきことであると指摘されております福祉避難所とは 福祉避難所に、えー、とは災害対策基本法施行令に災害対策基本法による被災者の指定基準の一つとして市として高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者を滞在させることが想定されるものにあっては要配慮者の円滑な利用の確保要配慮者が相談しまたは 助言その他の支援を受けることができる体制の整備、その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について、内閣府令で定める基準に適用するものであることとしております。内閣府令では、えー、高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者の,の円滑な利用を確保するための措置が講じられていること。 災害が発生した場合において、要配慮者が相談し、または助言その他の支援を受けることができる体制が整備されること、災害が発生した場合において、市として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されること、また、要配慮者とは、社会、えごめんなさい、福祉避難所の対象者として想定されているのは、 法律上、要配慮者ということになり、要配慮者は災害時において高齢者、障害者、乳幼児、その他の特に配慮をするものと定義されております。よって、福祉避難所の事前指定やその準備は、これらの人々を対象にして備えておく必要があります。その他、特に配慮を要するものとして、妊産婦、傷病者、 内部障害者、難病障害者等が想定され、これらの人々は一般的な避難所では生活に支障が想定されるため、福祉避難所を設置し、受け入れ、何らかの特別な配慮をする,ものがする必要があるものとされております。このこのとについて間違いいて違ございませんか山崎高齢者支援課長 はい、加内議員のおっしゃいましたように間違いありません。以上です。加計、はいはい、内貴文議員、あの手元にですね、平成二十八年四月内閣府防災担当の発行しております福祉避難所の確保運営ガイドライン、まあこれに基づいた今お話をさせていただいたわけでございますけれども、間違いないということでございます。えー、市町村は、えー、福祉避難所の指定、えー、整備数を検討するための 基礎資料として、福祉避難所の対象となるものの、外数を把握することが当然でありますが、重要でございます。福祉避難所の対象となるものとしては、身体障害者、知的障害者精神障、精神障害者、高齢者、人工呼吸器、酸素供給装置等を使用している在宅の難病、患者、 妊産婦、乳幼児、病弱者、傷病者が考えられます、えー。外数把握については、既存統計等で人,、えー、人数の把握が可能なものについては、その情報を活用する、また、民生委員、児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員からの情報や、障害者団体からの情報についても活用し、把握することも重要であると思います。 本市における要配慮者の数値は把握されておりますでしょうか。山崎福祉高齢者支援課長。私の方からは高齢者と障害者の人数についてご答弁させてもらいます。と、平成三十年三月三十一日現在で。四万都市の六十五歳以上の高齢者の方は。 一万一千八百八十一人。また、障害の程度で何級までが要配慮者という線引きが定義づけされておりませんが、仮に身体障害者一級、二級の障害を持つ方を要配慮者とすれば、千百四十人になります。でこのうち、えー、南海トラフ地震の発災によりまして、えー、高齢者の方で。 福祉避難所への避難が必要と考えておりますのは、介護保険制度の要介護認定3以上の方で、在宅で生活されている方が374人、それから障害者の方では、県が出しております避難所への避難者数率より推計しまして、270人から280人くらいになると想定しております。 ありがとうございます、えー、障害者の数でございますけれども、まあ、身体障害者時も含めてでございますけれども、えー、私の調べではです、ね、平成29年3月現在、身体障害者手帳所持者が1832人、えー養育あ、療育手帳所持者が320名。 えー、精神障害者保険福祉手帳、所費者が202名と,ということで、トータルで2354人になるわけでございます、まあ、この数字はさておきですね、あとあの、要支援、要介護者認定者数もですね平成29年9月末で、えー、2178人、えー、第1号の非保険者のうち認定率が18%でございますので、 まあそういった数字になっていると、まあ、これを合わせてもお約4500名ぐらいになるわけでございます。で、えー、現在、中村市内のあるまあ福祉避難所は5箇所でございます。使用人数は、付き添いの方を含めて176人というふうにえ記しております。しかしながら、旧市街地には1箇所も設置されていないのが実情であります。 このことには何か要因があるのか、また設置に向けた弊害があるのか、まあ、お聞かせを願います、はい、山崎高齢者支援課長、はい。市街地に福祉避難所が現在設置されていないということについてお答えします。あの 柿内議員もおっしゃいましたように、福祉避難所の確保・運営ガイドラインにおきまして、福祉避難所に指定するには、ある一定の要件を満たすことが必要となっております。今現在の状況で、市街地におきまして、この条件を満たす施設がないことが要因となっております。以上でございます柿内高柿内高文議員 え要因を満たす施設がないっていうことでございますけれども、まあ、市街地の中にはです、ね、介護施設関係の施設も多くございます、まあ、こういったところが、まあ、あの発歳児においてです、ねえー、福祉避難所になっていく要素があるというふうに私は思っておりますけれども、いかかがでしょうか山崎高齢者支援課長。 要件をクリアしている施設があるということであればあの条件等、えっと、市が指定するには社会福祉その施設の社会福祉法人等の協力も必要で同意も必要となってきますのであ、えー、もしそういう施設があ,のありましたら今後、えっと、現在あの福祉避難所は、えー、不足している状況 今日であることは間違いございませんので、えー、検討、協議をしたいと思いますので、よろしくお願いいたし垣内隆文議員あの、現実にですね市街地ないんですよ、現在ね。で、これ、早急にですね、緊々に対応していかないと、実際問題、災害が起こった場合に、 これだけ多くの障害者とか、要介配慮者が多くいるのに、これに対して対応していかないというのは、いかがなものかというふうに思いますけれども、その,あの対策というか、そこら辺は今現在、どういう進行状態、状況でございますか山崎高齢者支援課長。えっと 福祉避難所におきましてはあの今現在ある福祉避難所は安波であるとか小塚であるとかあ,のあるんですけどその福祉避難所に行っていただくためにはまず一般の避難所にあとりあえずはもう発災後すぐに避難をしていただいてでそちらの一般の避難所におきまして <laughs> 保健師等が要配慮この方には特別な配慮が必要であるということでトリアージを行いましてその方の住所地ではなくて準備できた福祉避難所へあの優先順位が高い順になろうかとは思いますが福祉避難所の方へ移送をするという形になりますので市街地の方が、あのー 市街地の福祉避難所行くところがないということではございません。で、できるだけあの福祉避難所が不足している状況ではありますので、学校その他のあの一般の避難所におきましても、ある一定のプライバシーが確保できるように教室等とか、それからあの市内のホテルや旅館等とえ協定を結びまして、あのまあ妊産 の方とか小さい赤ちゃんを連れたお母さんとか、そういった方々は、あのホテル旅館等との協定に基づいてそちらへ移っていた,いただく等の、えー、対策はこうしていくようになっております。確かに、あの福祉避難所の数が少ないということはもちろん、あのはあの認識しております。以上でございます。柿内貴文議員 えまあ、噛み合わせが悪いんで、しかたがないんですけれども、あのー、不足してるのは事実なんですよ、で、行政としてです、ね、この市街地に福祉難所を設置するその方向というか、計画,性計画が今、どうなんですか、再度お聞きします小松福祉事務所長。 今後の市街地への福祉避難所の設置の予定ということか、傾向については、私の方からちょっとお答弁させていただきますと、先ほどあの高齢者支援課長の方からですねご答弁いたしましたように、現状におきまして、市街地において福祉避難所の要件を満たしているところがないといった事実がございます。高齢者の施設もですね障害者の施設も入所施設がございませんので。 現時点ではです、ね、福祉避難所の指定がまあできない状況に今ございます、えー。ですけれども、まあ、市街地に福祉避難所が、議員おっしゃられるようにです、ねえー、ある必要性があるという認識を私ども持っておりまして、えー、それはなぜかというと、やはりあの市街地にあることによってまあ利便性も高まるといったこともまあ認識しております。指、え、導、ー、に立ちましてはです、ね、市街地に福祉避難所が欲しいという思いは同じでございますので、 まあ今後におきましてです、ね、災害時においてもまあ高齢者、あるいは障害者の受け入れ可能な施設があまあできればです、ね、そちらのこと、をまたあの指定、避難所としてです、ね、協定定義を結びたいという考えを持っております竹内貴文議員。ではちょっと次の質問に移ります。えー 計画段階ではあるそうでございますけれども現在市内にある障害者の多機能事業所及び通勤ホームを運営する社会福祉法人がこの旧市街地に統合移転計画を進めておるようでございますこの件についてはご承知されておりますでしょうか小松福祉事務所長はいお願いいたします 障害福祉サービスを行う社会福祉法人がですね、市街地へ事業所移転を計画しているということにつきましては、福祉事務所でも把握をしているところでございます。契約内容、ちなみにまあ契約内容をお聞きしたところによりますと、法人の事務所と、事務所と法人が現在、市内各所で経営しています事業所であったり、グループホームなどですね、を集約した施設の整備、またそれに合わせて、 福祉避難所の機能を持たせることも検討しているということもお伺いしております、はい、柿内貴文議員。えーまあ、承知しているということでございます。統、えー、合移転の主な理由は、現在の施設がです、ね、津波の浸水予測区域であり、利用者と職員の安全確保が困難であることが要因であるそうでございます。 移転後の施設として、2階部分を福祉指難所として整備していきたいとの考えを持たれているようでございますが、このようなケースの場合に、本市として整備費を補助するなどの支援策はございますでしょうか小松福祉事務所長、はい。えー、まあこうした施設整備に関する補助制度でございますけれども、まず施設そのものの整備につきましては、 障害者総合支援法の規定に基づきまして、設置する障害者施設の施設整備費用に対しまして、施設整備事業費補助金が活用できます。この補助率は対象経費の4分の3というふうに規定されてございます。またですね、この補助制度では、施設整備に合わせまして、福祉避難所としてのスペースを整備するという場合におきましても規定されておりまして、その場合にはですね、さらに、 避難スペースの整備加算というのも,も算定されるようになっております竹内貴文議員、まああのいろんな制度によってです、ねあの、この支援策があるというふうにご答弁いただきました、ありがとうございます。国の,あの障害者雇用促進法に伴う,う障害者雇用の水増し問題が大きくまあ取り上げられております。本件におおいててもも表面化をしておりますけれども 本書の状況については、昨日の川淵議員のご答弁で確認できましたので、割愛をさせていただきますが、厚生労働省は今月の7日、障害者雇用の水増し問題を受け、再点検の結果、衆参両院と国会図書館で37.5人、全国の裁判所で399人の経緯、 436.5人の過大な形状が判明したと発表をいたしました。職員に占める障害者の比率は、衆参両院などが1.31%、裁判所が0.97%で、いずれも法定雇用率の2.3%を下回ったということで、これまでは法定雇用率を満たしていると発表しておりました。 人数はあ2017年6月1日時点の数字で、短時間勤務は0.5人分で計算をし、障害者雇用の水橋しは、中央省庁でも3460人が発覚しております。厚労省は7日、実態や原因の究明を図るため、松井藍元,元福岡高兼、検事長ら外部の弁護士による検証検討委員会を設置したということでございますが、 この一連の問題に対して、市長のご見解をお伺いをいたしたいと思います中浦市長。この問題の見解につきましては、特にこの法定雇用率なんかにつきましては、国の方から下にずっと降りてきて、まあ、今年4月1日から2.5になったということでございまして、その国の省庁がこういうことでは、全く信頼が失われるのではないかなと。特に まあ、昨年来、いろいろな分子の改ざん問題であるとか、多くの問題が出ておりますので、やはりもっとしっかりしていただきたいというのが私の本音のところでございます、ただ四万十市におきましても、えーあの、上乗せはしておりませんけれども、法定雇用率は現在、達しておりませんので、これは随時あの、達するように努力していきたいと思います柿生隆文議員。 市長しっかりとしたご見解ありがとうございます、えー、嘘つきは泥棒の始まり、えーまあ、国の3県でこのような事態になっていることは由々しきことだと私も思います、えー、国に対しもの言う市長であっていただきたいというふうにお願いをします、えー 先に述べました事業所の関連でございますけれども、障害者就労継続支援事業を行っております。施設を拡充することにより、障害者の受け入れを増加させる計画であるそうでございますけれども、障害者就労支援 B 型事業として、1階に厨房施設を整備、通常時には障害者就労の場として活用。 厨房施設を有することにより、災害時には福祉避難所の役割にも十分効果を果たせるのではないかと考え,て考えます。計画が実現していく上えで、建設敷地内に例えば、耐震性の貯水槽の設置などができないか、検討いただけないかと思いますけれども、この点、いかがでございますでしょうか。 通告に多分なかったと思うんですが、<laughs> 要はですね、その今度建設予定の障害施設の施設内に、まあ、地下水が非常にいい水脈があるということでございますけれども、その同じ敷地内に、貯水槽のそういうタンクなどの併設というか、設置ができないかなということでございます。 高木市長。はい、えっ、ー、と今ほど柿口議員から耐震性貯水槽の提案もいただきました。現在市の方では耐震耐震性貯水槽につきましては計画的に進めておりますので、またその障害者施設が場所がどこかもあのまだ自分の方はあの分かっておりませんので。 今後、また地震防災か、あるいは上下水道かと協議をした中で、そこの中でどうしても必要という形であれば、検討していきたいと思いますけれども、そのえどういう形でやるのか、いずれにいたしましても、地下水の良いのがあるというのであれば、耐水性貯水槽にかかわらず、また別の,あの活用の仕方もあるのではないかなと思いますので、また検討させてもらいたいと思います、はい。柿内高浜議員 はい、視、え、聴、ー、ありがとうございます、えー。届けについてですね、前向きに取り組みをしていただきたいというふうにお言葉をいたします、えー。まあ今後はですね、あのこのようなあの官民一体となって中を出し合い、福祉避難所の設置に向けた取り組みをぜひお願いをしたいというふうに思います。えー、次に、えー、残り時間15分でございます。えー、次に移住促進対策についての提言でございます。 市内5つの社会福祉法人で組織する四万都市障害福祉関係事業所連絡協議会では、昨今の障害福祉支援に関して、最大の課題となっておりますのが、マンパワーの圧倒的な不足であると言われております。各事業所ごとにハローワークや社会福祉協議会を通じて、職員を募集しておりますけれども、人手不足が顕在化しているとのことでございます。 福祉事業所を利用する方々が望む生活の実現には、施設職員に関わりが不可欠でございます。職員不足は利用者の生活に直接支障をきたし、利用者の幸福実現のため、職員不足を解消しなければならないと考えます。そこで、本市に移住を希望される方へ、福祉事業所での仕事を紹介するなど、本市の移住定住対策事業の中で、本市移住促進の 目玉として、優先的に福祉経験者の移住を働きかけを行うことで、一人でも多くの支援者が本心に誕生し、福祉の増進が図るのではないかと考えます。ただ単なるです、ね、移住促進ということで、四万十地の方に移住してくださいということではなくて、今後の移住という対策についてはですね、 やはり目的を持って、こういう方々に来ていただきたいんだと、自慢としてはこういう方々に移住をお願いしたいんだと、まあ、いうふうな形で、これは提案をさせていただいておりますけれども、いかがでしょうか。田野企画障害者施設への移住促進、えーまあ、これも含めまして、まあ、目的を持った移住宅施設対策ということでございます。 まあの少子高齢化、人口減少に伴いまして、地域の生産年齢、人口が減少しております。そうした中、障害者施設に限らず、さまざまな職場でえ人手不足えが深刻になってきております。そうした中、こうした職場や人材を確保していく一つの手法として、移住促進と。 いうのも捉えられるかなとは思っております、えー、まあ本市の現状でございますが、えー、仕事の仲介斡旋を直接行うためには、えー、職業紹介責任者を配置しまして、えー、厚生労働大臣の、えー、許可をいただく必要がありますことから、えー、現時点では市独自でのそうした目的を持った積極的な求人でありますとか、えー、企業等へのマッチングは行ってはおりません。 そのため、現状ではハローワークから求人情報を提供いただきまして、市のホームページ等で情報発信をしている、また、そういった職業の相談があった場合には、直接、法人へお問い合わせいただいているのが現状でございます。 ただ一方ではあの県の取り組みとしましてえ平成29年10月に一般社団法人高知県移住促進人材確保センターが設立されておりましてえこちらのセンターの方で高知求人ネットというものが構築されておりますえ県内各市町村の求人情報がま職種別に検索できる形になっておりますけれどもえ島万都市の求人情報もえ現時点今日現在で308件 そのうち医療福祉関係が六十九件登録はされております。また同センターの取り組みとしまして、東京や大阪そういった都知府都市部での高知県への移住促進と。 またそういった職業別の人材確保ということでのマッチング相談、そういったところを都市部でも行っています。また、先月8月12日でございますが、旗エリアでも旗地域合同企業説明会を開催していただきまして、幡地域の18社の企業、そのうち1社は 介護職募集の福祉法人でございますけれども、そうした企業の参加もいただきまして、相談会、就職相談も行ったところでございます。まあ、あの市の現状の取り組みとしましては不十分かと思います。ただ、市として直接、ご質問がありました、その福祉関係施設、職員に限った特化した えー、そういった募集というのはなかなか難しいかとは思いますけれども、えー、こうした県の公式求人ネット、またハローワークの情報、これらを市のページからも、えー、検索しやすい形に、もう少しページの更新もしたい、また、えー、市の各産業の、えーまあ、人手不足の現状、 そういったものもページの方で発信させていただきまして移住促進がそうした職種の人材確保に少しでもつながるよう努めてはいきたいと考えております。はい、下級高富議員田野課長ありがとうございます。あのまあこれからのですね移住促進策っていうのはさきほどもまああのお話しさせていただきましたけれどもただ単なる形で 移住をしてくださいということではなくて、やはり目的を持った、特にあの移住してもです、ね、働く場所がない、収入がないということになればです、ねまあ、定住につながっていかないというふうに思います、まあ、そういった面では、あのこの本当の意味のマッチングというのが、ね、あのできるわけでございますので、あの十分、ここら辺の情報というものも発信をしながらです、ね、移住対策、今後の対策として進めていっていただきたいというふうに思います。 残りがあと9分でございます、いつも時間が足らなくて、えー、本当に、えー、申し訳ございませんが、えー、次に移ります、あのー、公立学校へのエアコン設置についてでございます、これもあの昨日、川淵議員のがうが、えーまあ、小学校についてですね、あのご質問をいたしました。でえー 山崎教育課長の方からご答弁いただきまして、まあ、小学校については、来年度11校プラス1個に、普通教室にエアコンの設置を予算計上していくということでございます。あの私、中学校のです、ね、教室への設置については、どのようにお考えなのか、この点、ちょっとお聞きしておきます。 山崎学校教育課長。 はいえー、ご答弁させていただきますあの、中学校へのエアコンの設置の考え方ですが、まあ、これまであの施設の整備に合わせて、えー、エアコンを設置してまいりました、そういったことから、あの中学校が今度、再編に向かって、えー、大規模改修するということで、当初はまあ中学校、中野西中学校の整備を考えておりました。でと言いますのも、あの中学校についてはあの、夏休み期間中にあの火力学習に使用したり、まあ 夏季休業中に使用頻度が高いということも理由もあって中学校から先という計画もございましたただ先ほど議員おっしゃいましたようにもう小学校から優先的にやるという中で中学校については再編の検討の最中でございますこの今の案の通り私どもが持っている案の通りでいけば中村中学校中村じゃあ西戸田中学校と 中村西中学校の3校ということになりますが、中村西中学校以外は普通教室もエアコンが完備されておりますので、このまま案どり行けば、中学校については解消されるということですけれども、ただ、地域によってはいろいろな賛否ございますので、現時点ではまだ整備方針等はまだ持っていないという状況でございます。加議員 はい、えー、今現在、まあ、統合の関係がございますので、えー、今、計画はないということでございますけれども、えーまあ、統合もですね、えーまあ、順調にいった場合に、えー、あと3年後ということでございますけれども、えーまあ、中村中学校、西中学、えー、ごめんなさい、えー、西桜中学校には普通科教室にも、まあ、あ設置されておると。で それ以外の現在の市内の中学校、生徒さん、150名ぐらいいると思いますけれども、この150名に対して、これだけこの夏場の大変質難が高い環境の中で、授業を受ける、また先生方にも大変なご苦労をさせるということに関して、やはり問題があるのではないかな。 というふうに私は思います。というのが、えー、児童数、まあ、それから学級数が少なくなったために、えー、いい学校環境を作っていく、そういった意味での統合だというふうにお聞きをしておりますので、えー、設置に関する費用というのは、そう多くかからないんではないかなというふうには思うんですけれども、いかがですか。 山崎学校教育課長ああの、えー、と来年度にです、ね、中村中学校の大規模改修に向けての設計分をお、まあ、要求する、あ失礼しまっしと中村西中学校の大規模改修部の設置をちょっとこちらとしては検討している段階でございまして、それに合わせて、まあ、新しい学校で、えー、再編をスタートすると。 まあ、そのときには当然のことながら、えー、エアコンについてはあ、完備をさせていただきたいと思っておりますが、えー、残りの学校についての整備方針というのは、まあ、今後、再編を進めていく中で、えー、検討させていただきたいという段階に竹、はい、内貴文議員。 ということはあの、今の児童の皆さん方にも、まあ、これ、一、まあ、年生、小学校、まあ、4年生から五年生が、6年生ですか、が対象になるんですけれどもあの、我慢しろということでございますか。山崎学校教育課長 あのまあ、あなかなかお答えしにくいようなあご質問ではございますが、えー、いろいろ前、ま、兆、あ、的なところで、えー、優先順位をつけて取り組んでおったところに、じゃあ、子どもが実現するのかと言われたら、もう私もお答えしようがないような内容でございますが、えー、ただ、あのできる限り、まあぎか限られた予算の中で、えー、私どもでしたら、学校現場の。 環境のためにできる範囲内かでまあ検討していくということでまあご理解をいただくしかないのかなというふうに思っております。はい、柿内貴文議員。はい、これ以上申し上げません。あのただ一つもうもう一点ちょっとお願いをしておきたいと思います。あのまあ昨日の答弁で、えー、まあ来年に向けて設置とまあいうことで、えー、いいのご答弁いただきましたけれども。 その電気代とかです、ね、あのメンテナンスコストは、これ、補助金の、補助金というか交付金の対象外でございます。非常にまあランニングコストも大きな負担になるというふうに思いますけれども、このランニングコスト、毎年のランニングコストに対するお考えはいかがでございますか。山崎学校教育課長 はいいお答えをいたしますあの現在、国への要望ということで、急いで概算事業費ということで、整備費をはじき出しましたが、現在その、当然、ランニングコストというのも重要な課題になっておりますので、中にはエアコンを台数をつけることによって、今の電灯契約が低圧から高圧に変わってくる学校もございます、そういったことから、気温、料金も変わってまいりますので、今、あ 四国電力にもお願いをして、資産をしている段階にございまして、ちょっと今、ここの段階でいくらになるというのはお答えしかない状況です、はい、柿内高文議員。議員はい、ありがとうございます。あのまあ、えーまあ、学校教育課の方でです、ね、えきちっとしたまた試算も出てくるというふうに思いますので、まあ、これについてはこれで、えー、よしとしておきます、えーと。あと2分33秒でございます。えー 最後の質問でございますけれども、ご答弁は簡潔にお願いし,て、えーえー、お願いしたいと思います、えー。本年1月4日から、本庁舎、日土佐の総合市長など、5施設で正午から午後1時の昼休み業務を始められました、併せて水曜日は午後7時まで業務時間を延長し、市民の利便性を高める一環として取り組みを始めております。 サービス向上のため、ニーズを立ちかめたいと、市民かなどの1回目のちだけではなく、全科で対応しておりますが、利用状況はいかがでございますかなる、はい、課長利用状況につきまして、1月から6月までの累計になりますが、昼休みにつきまして、1日平均24.2人というふうな形になっています、2862人と。 水曜日につきましては一日平均十五点七人と三百七十九人となっております。また利用の多い部署につきましては市民人権課、会計課、税務課などでございます。以上でございます。はい、高富高富議員。まあこれ数字が多いのかどうか僕もわからないんですけども <laughs>、あの平成二十七年九月英会におきまして、私はあの。 児童手,手当の現況届の昼休み窓口業務の実施について提案をさせていただきました。えー、その時の答弁で、えー、翌年度、28年度から実施をしていただきました。まあ、今回、全、え、科、ー、での取り組みということでございますけれども、1年間、まあ、1年間経ってないわけですけれども、1年間少し、ニーズの高い部署は継続を検討するということでございますが、この点については、今の現状ではいかがでございますか。はい、成子総務課長 1>, 1年間、施行をしてです、ね、今後の状況を踏まえながら対応していくというふうな部分でございますけれど、まあ、利用状況に応じて、今後、検討していく中で、やはりあの、 来庁者の多い部署、そして来庁者のほとんどない部署につきましては、ある一定の差別化を考えた上でのサービスの提供をしていきたいというふうに思います。またこのことにつきましては、庁内のプロジェクトチームの中で検討していくということにしておりますので、今後検討した上でまたお答えをしたいというふうに思います。以上でございます。<laughs> はい、えー。あの、お疲れ様です。綺麗でございます。 以上で柿内貴文議員の質問を終わりますお分かりいたします本日の会議はこの程度にとどめ宴会いたしたいと思いますこれにご異議ありませんか異議なしと認めますよって本日はこれにて宴会することに決しましたどうもご苦労様でどうもご苦労様でした